私は今226事件のの現場の一つに来ていますちょっとここを見ていただければと思いますが、226事件慰霊像というような、ですねこういう表記のものが立っているわけですね、ですぐ横のところを見ると、ですね、まあ、高さはこれは7、8メートルあるでしょうか、もうちょっとあるかもしれませんが、立派なですね慰霊像が立っているわけですね、そして手元にはですねお花が添えられています。 まあ、関係者の方々が定期的に訪れているのか、あるいはこの事件に関係ある方あの関心のある方がですね、お花を備えているのかもしれませんが、こういう現場なんですね。でここはどういうところかというとですね、226事件を起こした青年焼工らがですね、えー、処刑された場所です、えー。陸軍の連兵場があり、そして陸軍の刑務所があった場所が実はここです。226事件は1936年の2月26日におきましたが、それから半年もせず 7月にですね、処刑が行われたという場所なんですね。ちょっとこっちの方に行ってみましょう。で、ここに事件のことがですね、簡潔に書かれたものがありますが、これを読みますとですね、この事件を起こした主力となった部隊は、 東京英寿の歩兵第一第三連隊そこを主体とする1,500余の兵力がこの事件をリードしたということですがそのうちですね首謀者の野中・河野両隊は自決したとそして香田・安藤隊以下19名は軍法会議の判決により東京陸軍刑務所において軽視したというふうに書いてあります。 でここはちょうど NHK ホールがですね、えー、目の前にあってそして、放送会館もあります新しく今建設中の放送会館も見,見えますし、まあ、渋谷警備、えー、税務署のすぐ裏手にあたりますが、まあ、ちょっと人通りは少ない道ですけども今日は土曜日ということもあってあまり人は通っておりませんひっそりと立っているんですが案外知られていない現場ではないかというように思います。 高瀬剛のズバリ真相です。二月も残り少なくなりましたけれども、今回は、今から八十八年前の二月二十六日に起きました。昭和の大事件。二・二・六事件について取り上げます。でこの二・二・六というのは、戦前のクーデターとして、まあ、あまりにも有名な事件なんです。けれども、歳月の経過と,とともにですね。忘れ去られようとしています。 この番組では事件の死亡者の中のある一人の人物にフォーカスしてその人物を通して事件を捉え直してみたいと思いますその人物とは陸軍歩兵隊員安藤照像です今写真が出ておりますけれども右側はですねちょっと若かりし頃の写真ですねそれからあー左2つはですね タイですね中隊長になった時の写真ということで、まあ、これについては後ほどですね細かく話をしていきたいと思いますが事件の拠点の一つとなったのはですね現在の東京千代田区にあたります山王ホテルですねここで最後まで抵抗を続けたのがこの安藤輝三隊でしたで今日は長年にわたってこの安藤輝三のですね調査研究をされておりますいらっしゃいます方にお越しいただきました。 えー、歴史研究科の佐川仁一さんです佐川さんこんにちはあこんにちはよろしくお願いいたします,しますで佐川さんについてちょっとご説明をしたいんですけれども、えー、栃木県宇都宮市の歴史研究科で県立宇都宮高等学校の同窓会の副会長をされています で実はこの226事件で死亡者の一人として処刑されたのが安藤照大尉なんですけれども、この安藤大尉が宇都宮高校の前身であります旧,旧正宇都宮中学の OB なんですね。まあ、それを知ったことがきっかけでこの研究を始められたということです。そして226事件と安藤照座死下版というのがあるんですけれども、まあ、ここに私も 持ってきてきるんですがこういうい論考がありましてです、ね、これ以外にも安藤輝三関係あのいろいろ資料をですね寄贈、えー、されておりますのでそれ,それについての資料であるとかそれから安藤輝三とですね鈴木貫太郎という後に、えー、あの総理大臣になる人がいますがこの人との関係を書かれた、まあ、こういった論考がありましてもうこの中にびっしりですね さまざなその歴史的なことが書かれていらっしゃいます。これはもう本当によく調べられているなと思いますが、えー、今日はですねもう一人ゲストをお招きしております。 デモクラシータイムスでおなじみの防衛ジャーナリスト、元東京新聞記者のは半田茂さんです。半田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっと、半田さんもですね、この宇都宮高校のご出身である。はい、そうなんです。先輩後輩に。そうなんですね。当たられるんですね。あの、佐川さんは、あの、えー、実は中学も同じ中学で。<あ>えー、宇都宮市立養党中学校ってところで。はい、私が一年で入学した時には、佐川さんは三年生。はい。 で一あの私剣道部入ったんですが、はい、剣道部のキャプテンが佐川さんだと。そうなんですかでまたあの高校も、ええ 2>, まあ、2年先輩として、ええ、宇都宮高校入ったら佐川さんが、ええ、あいらっしゃって、ええ、で剣道部でやはり活躍されていたと。はあはあ、でさらに言えば、ええ、あ宇都宮高校始まって以来国語の秀才として、ええまあ、知られていたと。 はあそういう方ですね。もうやっぱりそういうこう運動系でつながりですね。それ同じ学校ってなるとやっぱりもうどうしても先輩にはこう頭が上がらないっていう感じに全くその通りなりますよね。い。やもう安田さんはもう私にとっては自慢の本当に後輩で、もう我々も本当にお世話になってあの田舎からこうましくいつもあの拝見しておりました。日本を代表する防衛ジャーナリストになられてますのでね、で。 半田さんにね。ちょっとお聞きしたいんですが、はい、これ安藤輝三大尉のことはそのご自身がね。あの、半田さんが高校の頃っていうのはお話聞いてましたか、ね？で、こ全く聞いたことないですよね。ええ、で、これはあの佐川さんの研究がなければ、ええ、あ同じ高校のまあ、ob だってことは一切知ることはできなかったですね。はあはあ、なるほどね。うん、そう伝えられてもいなかったということですよね。い で今日はそこから本論に入りたいと思いますけれども、えー、佐川さんがです、ねあのー、この安藤輝三隊についてもともとね、そもそも調べ始めたきっかけっていうのは、どういうことからだったんですかえちょうどね、えーあの、平成20年だと思いますけれども、はい、私はあの、PTA 会長を務めてた時期があったんですが、その時に当時の同窓会長だったあの小菅充さんという方からですね、うん ニニ六事件の安藤テ三ゾ隊は、はい、旧姓宇都宮中学の出身なんだけども、はい、現在の同窓会名簿には名前がないんだと<う>まあそういう話を聞いたわけですほうほうそこからですねあ,あそうなんですか、えー、でそれはやっぱりなんでだというふうに思われたということ、うん、なんですかそうですねあの、えー、まあこういう話聞けば誰でもね、えーえー、やっぱりあの天皇に反逆した国族 としてこう処刑まあ銃殺されちゃったわけですけど、うんはい、だからそのために名簿から名前が削除されたんじゃないかとまあそういうふうに疑うだろうと思います。であのー、その小菅、えー、会長もやはりそのように、えー、お疑いでしたし、えー、よしじゃあいつか調べてみようと。 まあいう気持ちすよね。まあ天皇からですねこういうそのいわゆるクーデターに対してあのそれはダメなんだと言われてねつまり反乱軍扱いされたわけですよね,です,ねですからそういう言ってみれば、まあ、学校にとってはある種不名誉な、はいえー、人間ということになってきて誰かがそれをじゃ削除した可能性があるという,ことでしょうかその可能性があるんじゃないかなというふうに、えー、でそこからどうされたんですか それを聞いてうですねあの<っ>安藤輝三はあの<っ>宇都宮中学校のこう<っ> 2>, 2年生の時に、はい、あの陸軍小康生徒え<っ>、まあ、それの採用試験を受けて。 で仙台陸軍地方幼年学校というところに、はい、まあ入校すするわけですこれ写真が、ね、ありますけどあの右側がその幼年学校時代の写真になるんですね仙台市の確かね白崎写真館というふうに写真館の名前まで入ってたと思うんですがあります、はい、美少年というかねまだ本当にちょっと幼さも残るぐらいの雰囲気がありますね。 それであの幼年学校っていうのがどういう学校かということを簡単にお話ししときますと、はい、これあの明治29年に、はい、あの幼年学校条例っていうものが出されまして、うん、で、あの陸軍将校を早期から養成するという目的であの仙台東京名古屋大阪そしてあと広島熊本のこう6校ですね。 でここってのはあのは明治の初めにあの陳代が置かれた場所なんですけれどもあの全国から300名を募集してで試験っていうのはあの各地の師団司令部でこれはあの満州だとか朝鮮だとか台湾でも受験することができたと。<ー>えー、で300名の合格者を、まあ、50名ずつ6校に振り分けていったわけですね。 でまあ、大正7年テルゾ蔵が受験した年の競争倍率ってのは約17倍だったわけです。はいはい、であのまあ「将校生徒」とか「嘉でとか「カデッうん、でっとあとは「星の生徒」なんていう呼び方もあって、はい、とにかくあの軍服仕様で、えー、探検を釣った制服なんですね。はい、でこれはもうとにかく あの全国の少年の憧れの的だったわけです。安田さんね、これやっぱり陸軍幼年学校、それから士官学校であって、まあ最後は陸軍大学ですけど。この、このここにつながってくる、つまりエリートなんです。まあ、そうですよね。それの第一歩ということですよね。なるほど。ここに行かなければ、上に上がっていく。そうですその第一歩のところということ。ですね。あの。二二六の青年将校ってのは、もうほとんどが幼年学校。 からの出身者なんですよ。まあいきなりその士官学校から来たっていうまあ栗原康平なんかは士官学校からですけども、まあほとんどがあの四年学校からのなんですね。さあそれであのそうですね。調べられていることですよね。それでねあの宇都宮から入校する場合っていうのはあの仙台が一番多くて次が東京だったんですね。 ですからあの東京幼年学校と仙台幼年学校、まあ、これの,あの資料を入手して、うん、でその名簿と同窓会名簿をこう照合していったわけです。うんえー、でそうしましたらば照蔵とこう同じように幼年学校に入校するためにあの、まあ、中学を半島大学。 まあ、あの昔はあの中退じゃなく、半途退学っていう言い方したんですが、その半途退学した生徒でで現在の同窓会名簿に名前があるっていう方が多数いらっしゃるんです。で、じゃ、そうすると、じゃあこれテルゾーも同窓会名簿に掲載される資格があるなとまあいうことで。 えーまあ、同窓会の理事会に、えー、報告しまして、えー、了承を得て、まあ、平成二十六年の名簿から、まあ、安藤照蔵の名前が、まあ、復活されたということになります。これは何か反対とかなかったんですか？はい、それまでは全然ありませんでした。えー、やっぱり、時代が、ね、それだけ過ぎてしまっている、ということではあるんでしょうけれどもね。うん、でただ、あのまあ、そこまでこうなんていうか。 安藤蔵の、ね、名簿のに載ってないというとこから始まってそこまで調べられていってさらに研究をされてきてるわけですがこれはどううしてなんですそねいろいろこう調べていく過程ですで、まあ、に刊行されてる本ですとかそれからあの事件当時の新聞記事なんかですね、はい、こう見てきますと、えー、ちょっとこう不思議なことがあったっていうか、はい、それは。 あの安藤輝三の,そのどこで生まれたかそれがね例えば岐阜県出身それから本籍地岐阜県それから金沢市生まれ東京出身とか非常にその書き方がまちまちちなんですねでこれ何でまちまちなのかというとあの父親の英二郎という人この人あの中学校の英語教師だったんですがまあそれであの各地を 転々とこう転してて回っていただからそのためにこうはっきりしないだからその何て言うんでしょう,こう一箇所に根付いたそういう家系の出であれば、はい、あのどこで生まれたかはっきりしないなんてことないと思うんですよね。ですからそのテルゾの少年時代明らかにしていこうと最初思ったわけですけどもでそれってのは同時に。 あの父親の過去の勤務校を調べると、はあ、いうことなんですね。ええはあ、でまあそれで父親の過去の勤務校を調べ出したんですけども、うん、ですからあの当時の新聞だとかいろんなこう資料に出てくる県名をピックアップして、はあはい、でその明治の終わりから大正にかけてその存在した旧制中学ですね、うんはいで。その継承校に あの全部紹介をかけてったわけです。手紙かなんか出されたんですか。あそうそう、うん、ファックスとかね。ファックスとかで。ねところがもう1世紀それ以上経ってる話ですから、ね、もう時間の壁っていうのは非常に厚い。でなか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 こう判明しない。うん、だから最初にすんなり判明したのが。 あの長野県の上田中学、まあ、今の上田高校ですか、はい、まあそこ1校ぐらいっていうそういう状態だったんですよ。は<ー>でねもうあこのやり方じゃこれ拉致あかないなっていうふうにちょっとこう, <laughs> う<ん>絶望感感じてた時だったんですけども、はい、あのちょうどねあの宇都宮高校の記念館、ええ、まあここの,あの掃除をボランティアで年に2回やってるんです。はいええ でその掃除の時にですねもう大正時代の退職者の履歴書っていうのがあパッとこう目に入ったんですよ、うん、で「大正時代で退職者の履歴書だったらこの中に絶対あるんじゃないか」うん、もう本当にね、うんえー、その表紙を見た瞬間心臓が本当にこうバクバクするっていうか、うん、あの踊りました。 でまあ、その中ほどに、えー、父親の栄次郎の履歴書っていうのが非常にあの詳しいものが閉じ込まれていてそれで、えー、過去の勤務校それから時期あ,<ー>あとその当時の,あの給料ですね <laughs> そういったものが全部記載されてたんですよ。<ー>で,ですからそれとつき合わせることでああこの時期照造はここにいたんだな。 ここで生まれたんだなというようなことが一挙に判明した半田さんその記念館というのはどううええあのね宇都宮高校のあの片隅に今でもありますけど木造の白亜の建物ですよね白亜館館って言ってますね。地名取って滝野原会館というふうにあるんですけど で僕はまあ不真面目なんで一度もお掃除に行ったことないけやっぱりいいことありますね。<laughs> すごい, <laughs> ういうですねこうやって見つけていくそ,、ね、それはねここの鹿版の中に書かれてあって私もこれパッとあの読んでいったんですが。うん 安藤さんテルゾー氏にたどり着くまでにもお父さんの経歴の調べ方がすごいんですよ。ねうん、ここからいったかっていう,、ね、う私は驚きました。すごい研究者らしいです、ね。い,すいやもうこれ方です、ね、普通はねまあそのわからないところがあっても、うん、まあテーマは安藤テルゾーなわけですから、うん、お父さんのことをそこまでつぶさに調べていくっていう、うん、それは何ですかやっぱりそそれが大事だと考えた。 そ,うそれしかね、ええ、あの手だて考えつかなかったっていうかあ,であと私はほらあの要するにアカデミックな学者じゃありませんから、うん、本当に在野の,の研究者っていうというかもうぶっちゃけて言えば「テルゾオタク」みたいなもんですからね,<ー>ねでだからあのこういう時どうすればいいんだっていうそういう方法論っていうか、はい、そういうものを何て言うんだろうこう。 定式的なものを知らないっていうか、だからそういう中であ自分が納得のいくようにしかやっぱりその。うん やれなかったっていうか<ー>、うん、そういうところがあります今ねテルゾオタクって出たんですけどこれはねその平成の20年ぐらいから調べてきて、えー、テルゾオタクになったのかもうこのいわゆる調べ始めた頃からつまり名簿に名前がないぞということが分かった時から、えーえー、やっぱりなんかテルゾーには惹かれるものがあったってことそうですねあの、えー、名簿に名前がない、えー、それからねあとはこの どこで生まれたかだからそういう情報さえこうはっきりしてない<ー>、うん、だからそのことになんていうかちょっとこう一種の義墳義墳って言ったらいいのかなそういう気持ちがその時芽生えたっていうことはあったかと思いますよ、ね。なるほど あのハンダさんね、私なんかも本当にその青年将校として、はい、まあ栗原氏とかね、うん、あるいはその、えー、磯部とかね、名前こうちらちらありましたけど、まあ安藤太のこともまあ安藤という名前ぐらいはあっても、やっぱりそれはみんな反乱軍として我々はこう感じてたんです,けどですよね。半田さんはどうでした。いや全く同じですよね。えー、あの要するに一括りでしか見てないですから、えー、でまあ安藤さんという人に対してこう、えー、特段 思い入れっていうのも私だったらなかったと思いますね,、うんうん、ねこの辺がねだから佐川さんは何かを感じてですね調べられていったんですが少年時代のことを調べて当然子供の頃からも調べていくんですが何か分かったこととかってありましたでまずその、ええ、照蔵の生育地があの判明したと、ええ、でこれ照蔵はか金沢市、まあ、明治38年に金沢市で生まれて。ええ で長野県の上田町、まあ、今の上田市ですねそこの小学校に入るんですね、えー、そして小学校3年生の5月に鹿児島市にえ移って、はい、で,そで鹿児島を卒業して、はい、それで宇都宮中学へ来るんですけれども、はい、まあ特にですね 私の印象に残ったというか照蔵の,の一生の中でこう重要な場所っていうのは、はい、これはあの鹿児島じゃないかなという気がしてならないんですよ。と、うん、いうのはですね、えーまあ、テルゾーが小学校3年で鹿児島に行った時住んだ場所っていうのが あの西千石町っていうところなんですね。西千石町。まあ、これ町って読むのか、町って読むのか、はい、ちょっとはっきりしませんけど。はい、で、南側はその鍛屋町、梶冶屋町。はい、で、あと、あの城山ですね。うん、これ、あの最後の高森が、<ー>ええー、自陣した。<ー>で、その城山も。はい これ散歩コースっていう感じであのすぐ行けるる近い場所にあるんですえですすからまさにその明治維新の元君が育ったそのお膝元っていう感じなんですよね。でまあそこでこう小学校3年から卒業までの4年間を過ごしたと。 まあ鹿児島っていうのはやっぱりちょっと特殊な風土を持ってるっていうかね,うかねでそういう中でうんうんあの後年安藤輝三ほは西郷隆盛とか、はい、それからあと、まあ、これは長州ですけども吉田松陰それを非常にこう尊敬敬慕してた、はあで。亡くなる時には 銃、まあ、殺される時にはとにかくあの松陰神社のお札を身につけて撃たれたいという,<ー>、うん、いうことで体に松陰神社のお札を本当につけて撃<ー>たれてその血に染まったものが今も残されてで<ー>で、えー、おります。これはあの国会図書館の方に 寄贈させていたただきましたなるほどねその辺のね資料もちょっと後でね見せていただきたいと思うんですがんかいろいろ遺品の整理とかをねその安藤隊のご遺族がされてたということなんですがそれの相談もですねえ佐川さん受けられたということなんですが。そうですねですから父親の履歴書を発見しましてでこれはあの安藤家の方々に是非 おお知らせしておきたまあそう思ってあのいろいろ調べて連絡を取りまして、まあ、資料をお送りしたんですでそうしましたらその照蔵の次男の安藤秀夫さんこの方あの静岡市にお住まいだったんですけれども,あのもう安藤秀夫さんから非常に丁重な令状が届きまして、うん、で そこからその安藤家と私とのこう交流が始まっていったと、うん、ああの秀夫さんはその母親の房さんから、はい、まあ受け継いだいろいろなこう遺品ですとか、はい、多くの文書類、うんえー、それをあのおう、えー、まに、あ、持っておられたんです、ね、母親の房さんというのは安藤輝三の妻ということになるわけですね。そうです,そうです でまあ、それをですね、まあ、ある時あの全部私に託されたんですよ。<う>で,でこれはあの佐賀さんの研究に役立ててくださいということで、うん、私に託されて、うん、で、まあ、そのけ研究に役立てたあとはどうするかっていったらそれは当然寄贈するわけで,、うん、でだから寄贈先探し、うん、まあそ、うん に取り掛かるという形になったわけです。それからもう一箇所あるんですかね。えー、あのね、うん、まあ国会図書館の方っていうのは結局図書館ですから、はい、あの文書類なんですね原則がね。なるほどなるほど。うん、はい。 から他にほら街頭だとか軍刀だとか、はい、眼鏡だとか、えー、まあそういうあの有形物っていうかでまあこれはさすがにあの国会図書館では無理で、うん、え別にまあ受け入れ先を探さなきゃいけないと、うん、まあいうことになったわけですで。このの時ににちょっとこう気になっと気なてたのが その千葉県野田市にある、はい、その鈴木勘太郎記念館だったわけですねこれ鈴木勘太郎というのはね後の総理大臣になりますねでちょうど終戦の時の内閣で、ね、これあの半田さんやっぱり鈴木勘太郎がですねあの,あの時に内閣総理大臣であったということが日本の,せあの終戦をうまくね、えー、持っていけたというですね全く信、ね、用条件ですよね。うん まあ、鈴木幹太郎侍従長もやって天皇の信頼も厚いということがそうですねその人の資料懸念館がこの野田氏にあって、うんはい、そこに起訴された、はい、ということですねです、まあ。襲撃した相手だったんですけどね脱診しましたら、まあえー、あのちょうどあの学芸員の笹川さんという方が出られてね、はい それであもう願ってもない話ですっていう風によく受け入れて出されましたねこれあのあるとある時って本当に襲撃した、ね、まさに安藤テルゾ率いる部隊が、うん、そのねあの襲撃をしてるわけね鈴木勘太郎でもう品種の重傷をね花さんおわせてるじゃないですかそこは後でまたちょっと詳しくありますけど、まあ、ちょっとここがこうね、えー、あれって思うのは、えー、まあつまりあの加害者の 遺品をね,ね、ええ、被害者側の記念館に収めるというのはなんかチグハグな印象があるわけですよ。そ,そうですね。うん、そそれはどういう大丈夫だったんですか？うん、<で>それでね、ええ、あの結局まあなんでそのあれだカンタロウ記念館というふうに考えたかというと、はい、あのアンドテルって人あの襲撃の2年前に、はい、鈴木カンタロウを訪ねて、うん、3時間ほどこう会談してるんですよね。であのカンタロウの自伝 読みますと、ねあ,はい、あのーまあ、真に立派な惜しというよりもむしろかわいい拠であったと、はい、でだからその襲撃したテルゾーに対して、はいあのー、本当にこう極めてこう寛容な,、うん、な書き方をしてくださったね、はい 書いた自伝ですよね。その中でそういうふうに書いてるわけですね。ええうん、ねそうあの戦後っていうかね、えええー、ちょうど昭和十六年ぐらいから二十年ぐらいの間に。ええええ 青木常盤という人が1 5五6回通って聞き書きを残していずれにしても襲撃されたそうですよねですさらに言えば時間が経ってないわけじゃないですかまだ傷の痛みが残ってる頃にすごいですよねすごいなそうで勘太郎としては「天空快活」っていうようなねそういう書も あの好んで書いたようであの非常にあの心の広い人物としてこう知られているですから私としてはあのそういう記憶というかそういうものの見方をこう周囲の人が持ってくださってるんじゃないかなっていうね。 まあ、そこがあの頼みの綱だったんです。これだけどね、はんださん、やっぱりすごく縁がありますよね。不思議ですよね。うよねもう本当にあそこで殺されていたら、うん。 あの,終戦のあ,のあの時は当然戦争を続けろっていう陸軍は言っていたわけだし、うん、ものすごいその和平派とねぶつかって収拾がつかないような状況にうう、ね、なりそうだったわけじゃないですか勘太郎がいたからこそっていうのはあるのでそうなんですよね。で,でこの佐川さんもその論考の中でお書きになっているけれどその、ね、この襲撃の2年前に鈴木勘太郎に会って でであの持っってたた印象と違ったと違、うん、西郷隆盛のような人物だったっていうのを知ってるんですようねその辺りもやはり鹿児島で、うん、あの城山に近いところで生活をしていたっていうことが影響してるのかなと。はいはいはい だからお互いがその立場が違っていても双方が双方のことを理解し合えるような関係にあったような印象があります、はい、ね。まあとにかくね、あの鈴木貫太郎という人はあの<う>安藤テルゾと会談した時ってのはあのあれですか自重調ですからね。そのその前には。 海軍の軍令部の総長っていう、海軍の本当にこうトップを経験している。ですから、あの安藤輝三っていうのは、その時は一階の陸軍中尉ですから。あのペーペーの若造のわけですよ。で、そのペーペーの若造。とね、あのこう胸襟を開いて。あのこうフランクにこう話をしてくれるっていうね。まあ、あのそこの度量の広さっていうか。 それにやっぱり照蔵はあの感激したんだろうと思います、ねなるほどね、でこの226事件なんですけど歴史的な評価がですね、まあ、先ほどもちらっとこうのお話になったんですが、うんはい、つまりまあや表面上見れば明らかにこれはもうテ,ロテ,テロリストになってしまうわけですよねでしかもそれに対して天皇がねもうはあのやっぱりダメだと言った、うん、それによって反乱軍になるということなわけで。 まあそうやって見ていけばその話はそれで片づくんだけどそんな簡単なものじゃないといういろんな背景とか根っこを持ってるわけですよね。うん、この辺どんんななふううにに佐川さんはお考えになってますそうですそでねあの、まあ、非常に何ていうか調査研究する側、ええ、の立ち位置っていうのは結構難しいところがあるというかうん、うん、で実はあのこれはコロナの少し前の出来事なんですけれども私あの地元の NPO、はい から頼まれまして、はい、その,あの歴史フォーラムでですね。二二六の話をしたことがあるんです、ね。規模、はい、的には、四十人ぐらいの皆さんの前でお話をするという。その程度の規模だったんですけれども、この時にですね。実は、そのテーマが二二六だと知った。公民館から、最初、その開示を貸せないというふうに。 NPO の主催者に言われたんだそうです。<ー>で、まあ交渉した末に借りられるようになったわけですけれども、はい、ただその条件としてその事前に案内とかパンフレット、はい、まあそういうものをあの事前に作って配布しないというね、はい、そういう条件つけられてで私もそれ後から、ええ。 聞いたんですけれどもね,どねそれで、ね、まあその NPO の代表の新井さんという方大変怒ってました、うん、で私はまあ,あの怒るというよりも呆れたって言いますかね、うん、いや本当にい今でもそんなことってあるのっていうね本当にあのそれがこう正直な感想というかだからあの 右翼関係者じゃないかとそれからあとなんか市民団体からクレームが来るんじゃないかこれね半田さんによくねあの憲法九条とかねそういうことに関してやろうとするとまた公民館が止められるとかってあるじゃないですか俳句のあのありましたねありました埼玉ですかありましたありました九条を歌った俳句がダメだって言われてとか公民館貸さないとかなってで今度は これは全く思想的に逆になるなで,す <laughs> ですねこっち側こっち側でまたこれはそ、ね、テロリストみたいなのは駄、うん、なんだみたいなことになってしまいます、ねまあまあ、そ,そうやって見ていくとその、えー、必ずしも、ね、そのいわゆるその護憲運動がダメなわけじゃなくて、えーえー、要するに役人たちがあ左右どちらからもにらまれたくないというね御神<う>大事でしかやって てないんだなって。うことになりますよね。左側だけじゃないんだと。右側だけしても。二六事件ってもう昭和の歴史じゃない。そうです。歴史的な集まりをやるのに、ね、あのそれが右翼の。け、法規体感になるとか、そんなことはありえないですよね。そうですね。なんかね、やっぱり公務員の自己保身っていうか。うまやっぱりそういうものを感じますよ。そうする本当にこれ戦争に関わる話になってくるわけですけど。その戦争でね、例えばその。 東京大空襲の話とか、ね、原爆の話は別に問題ないわけですよねだけどこういう思想がそこにね絡んできた時に非常にこの行政側はあの神経質になってしまってうというんかストライクゾーンがものすごく狭いな本当はこういうことも含めて戦争につながっていってるわけですからあらゆる角度から本当はちゃんと話を聞かなきゃいけないんだけど。そう なんか全部こうカットされていくという感じの話ですよ、ねまあ。いや、いや、えー、それ、それがね。えー、僕は今日のこの番組のテーマでもあると思うんですよね。えーはい、要するに、言論を封殺をするということが。あ、うん、要はこう、行き場のない怒りにつながってきてるわけですよね。で、まあ、私の基本的なこう。立場申し上げますとね。えー とにかくやっぱり事件を歴史的な事象として見ようとする場合っていうのはそこに倫理的な価値観だとか政治的な価値観を持ち込むべきじゃないしそれからあとはもっと言えば今私たちが生きてる自由時代固有のフィルターっていうのがあると思うんですよね。 やっぱりできるだけフラットな視線で、えー、事件を見ていきたいとやっぱり今回はその,その中に関わった一人の人間ここはやっぱり人間がいるってことですよねここが非常に大事な、うん、わけですけどこの安藤輝三という大尉、ね、はどういう人間であったのかというところここちょっとフォーカスしたいんですがそうしますとですね、えーあの まあ、アンド・テルゾってのはあのは正義感責任感が強くて<ー>で非常に情に厚いあ<ー>、まあ、面倒見のいい人間<ー>で部下を大変可愛がったと、えー、なんかもういいことばっかりなんですけどね、うん、であの給料を割いて <laughs> あのとにかく困窮してる兵士の実家を支援したという、えーうん、まあそういうことで知られてます。うん、でですからあの 何て言うのかな？こう226の青年将校に対して非常にあの世の中ってのはこう好意的なイメージ持ってる人が多いんじゃないかと思うんですよ。うん、あ,あの事件、そのものっていうのはテロ事件だから、あの忌まわしいんだけども。はい、じゃあその成年証拠はってなった時にうん。成年証拠自体をこう。 悪く言う人っていうのは、こう少ないような、なね、そういう感じっていうのはあるんですよね。ねそれで、あの、映画がこれまでに何本か作られてますけども。はい、あの、安藤てるぞ役っていうのは、あの、三浦友和とかね。ほうほうまあ、宇津井健とか。<ー>まあ、そういうこう、本当に、大スターが。演じて、こう、主役級の扱いになっている。 でまあ、安藤輝三が非常にあの面倒見が良かったっていうことはあ,のあれですねちょうど昭和10年に入営その軍に入られた新兵さん、はい、それから次の11年事件の年にの1月にこう入営された、はい、新兵さんですねそれからそれ以前に幹部候補生として輝三からこう指導を受けたそういう人たちそれが それぞれぞにこう戦友会を開いてでまあその席に奥さんの房さんとか、はい、あのお,お子さんの照夫さんで夫さんを招くというようなことがこう続けられてきたでこれはあの平,平成の半ばぐらいまでずっと続いてたんです、ね、そうなんで,すかでまあこういうことってのは安藤輝三だけで。 あの他には例がないいと思いますここでですね今ちょっと安藤輝三のこう人間性に触れてきたんですが一度事件の概要をですね振り返っておきたいと思いますが今ここスライドに上がっていますけれども1936年ですね昭和11年の2月26日未明に事件が勃発します。昭和維新を 唱える青年将校らが約1500人の貸し官を率いて首相閣僚らを襲撃したということです。で農村を中心とした国民生活の窮乏や政治の腐敗などを訴え定年天皇申請の下で昭和維新の実現を掲げたということなんですが、えー、この事件で、えー、殺されたのが高橋惠清大蔵大臣ですねそれから斎藤誠内務大臣それから渡辺譲太郎教育総監 そそししてて松尾蔵予備役陸軍大佐そして警察官5名とということになりますで重傷を負ったのが先ほど説明しました鈴木貫太郎侍従長ですねそれから警察官など数名ということなんですが岡田圭介総理大臣もう狙われたんですが、えー、これはですね、えー、自分のいとこが襲われたことによって岡田総理大臣は 逃げることができましたそれから牧野信玄、まあ、信明というね大久保利通の息子になるわけですがこの牧野信玄はですね確か湯河原にいたんですねでこれも牧野さんはやっぱり自分の親が大久保利通が惨殺されているので。 非常にこういろんな意味でずっと警戒されしていてでやはり情報が入って逃げたということで、えー、これ助かってますでそれ以外に朝,朝日新聞社が襲撃されから永田町、霞が関など都心も占拠されたと。 で、球上封鎖ということで,ですね、皇居を封鎖するということを目論んだんだけれどもこれは失敗したということなんですね。これが、まあ、226事件の概略ということなんですけれども、えー、現場のちょっと地図がありますので見せていただきますかちょっと細かい感じになりますがこれのピンクでですね、左側の地図こうピンク色で印をつけたところがその殺された人たちの現場等になりますね。えー、例えば、 一番左は教育総監、渡辺正太郎教育総監、この人は荻窪に住んでいました、<ー>そこが襲われたと、それから内大臣の館もありますが、ね、そこが地図のちょっと真ん中ぐらいのところですね、それから大蔵大臣、これは高橋慧清、今のどこですか港区、青山の辺りになりますが。 あの時の現場の家がそのまま今東京都立小金井公園の中に移築されていて、その現場の部屋を見ることができるんですよ。うん、私も見たことありますけど、この畳の部屋だっていうのがそのまま残されています。だから今それを見ることはできますけどね。えー、それから鈴木次長がちょうど千鳥ヶ淵のところになるんですけども、そこに次長の邸宅があったということでそこも襲われている。それからあと首相官邸とか警視庁とかってありますね。 で青いのはこれは球場であったりとかですねそれから、えー、会員の宮邸であるとか伏見宮邸であるとかっていうことでいわゆる皇室皇族の方のです、ね、家があったところですね、うん、あとグリーンのところはこれはいわゆる部隊ですね陸軍の部隊があって、えー、そこからあの部隊がですね出動していったということなんでですねここれがざっっととした地図でこうやって見ると本当にに東京の都心心部を中心にですね。うん 広く展開をされてるなということがわかりますよねだから今この辺に行っても何も残ってなくてもちね <laughs> やっぱり忌まわしい事件だからここはこうだって全然ないわけですよね、えーうん、そうですね、えー、まあ記念品が立ってるぐらいですよね、えー、そうですね、うん、だけど本当に今ものすごく華やかな都心になってるんだけどこれ考えてみたらとてつもない事件が起きたってうと、ね、そういうことですよね、うんうん、いやこれだけ広い面積でね、えー、この 自由にこの青年将校たち1,500名もの兵士たちが動くことができたというのはそれはやはり陸軍の中にもまあ、まあ、彼らよりももっともっと上の人たちの中にも理解を示す人がいたからということが言えると思うんです,ねそうですよねきっとね。うん、だからある程度最初はは天皇が、ね、やっぱり激怒していくまでは あの甘くこう見てる、なんか許してるんじゃないけど、あまりそこで動かないですよね。天皇がこう変わったところね、発言をした。本当に、あの二三日、まあ二日ぐらいの間っていうのは、これ成功したんじゃないかっていう。に青年諸侯は勘違いする場面も出てきますよね。なるほど、なるほど。だから、その辺のやっぱり軍自体も、このクーデターをですね、ある程度。上層部の方は。認めるとまで言わないけれども。黙認です。黙認して。 ということでしょうねで、えー、この事件がですね、その後どう展開するかということなんですが青年将校らが起こした事件に昭和天皇反乱というふうに断定して鎮定を命じたと28日決起部隊を速やかに原体へ戻らせると改元司令部に命じる宝直命令というのを出しますで陸軍中央は空からビラを巻いてそれからラジオで投稿を呼びかけたと ということなんですが、え、29日24、2万000名の大軍が包囲をしてですね。4日目にして、首都の反乱は鎮圧されたということなんですが、アドバルーンを上げてるって言うのもあるんですよね。えっ、ー、と、これはね、あの教科書の中に実は載ってたんですよ。で<ら>、私見つけたんですが、<ー>こういうものがあったんだ。<ー>だからビラを巻いたり、そのね。ラジオでも呼びかけてるんですが、こういうアドバルーンを上げてた。た すね、ああ時代を感じますよね。よね <laughs> 戦後はこのアドバルーンはデパートの宣伝だったんだけどもねうこうあの情報伝達の手段だったんだなってまさにアドバルーンというね、うん、感じなんですがそして青年将校らはあこの年のですね、えー 7月ですねだから事件からまだ半年も経たないうちにです、ね、う15人が処刑をされましたそして翌年これはこの青年将校らに思想的な影響を与えました北喜多一すら、ね、そういう思想,らも4人思想家の人たちも4人処刑されるということで安藤照三大尉は7月に処刑されて31歳だったんですねまだ本当に若いですねということを考えるとね。はい でその事件クーデターはテイとの中枢を選挙という大規模かつ大胆なものだったんですが、しかし、その不発に佐賀さん終わったじゃないですかはい、はい、これは。ええ、で、やっぱり非常に計画がずさんだったのではないかというのがよく言われているんです。うんはい、この辺はどんなふうに考えてまそうですね。あのいや本当におっしゃる通りだと思います。<laughs> はい、あのまず時間がなかったってことなんですよね。それで,でとにかく安藤テルゾはあの和平第三連隊 <laughs> であとあの栗原康秀がいるのは歩兵第一連隊、うん、でこの歩兵第一連隊の方っていうのは結構早くに、えー、決起という線でこうまとまってたんですが、まあ、歩,兵歩兵第三連隊、まあ、あの歩三の方は照造、はい、が反対してるためになかなかその決起に踏み切れなかった。でまああの時間的にはねちょうど2月の12日にあの 保一のそばの竜土軒っていうレストランでまあ会合をしてるんですけどもあ、はい、まあこの時えまあその磯部村中まあこれはもう決起派ですよね、はい、であと照蔵と荒井功っていうまあ保産のやはりあの中堅の幹部がいるんですがまあこれがもう激しい論争をしてで照蔵は保産には保産の立場があるとで荒井功はもう反対だ 激ししいい論争してるだから2月12日もうこの辺り全然その補佐の方は立つという状態にはなってないんですね。で2月19日、まあ、この日の夜に、はい、あの栗原康秀の自宅に磯部村中それから安藤であと栗原ですね、まあ、これ集まるんですけども。 でこの時もまだ安藤は反対してるんですよ。<ー>うん、で、そうするとまあ他はね、じゃあその出ないなら出ないでもいいいいが、あの黙って、えー、見ていてくださいというような感じだったんです。<ー>これ2月19日で1週間前ですよ、ねはい。そうです、ね。その段階で安藤大尉は反対してた。<laughs> えーうん、でね、あの<ー>本当に安、えー、安藤哲夫が最終的に、えー、あれですね。 決起まあ決意、はい、参加をこう決意するっていうのは2月22日、はあ、まあこの日あのちょうど土曜日なんですけども<え> 2>, あの2月22日あの土曜日お昼から安藤はあの終盤指令の職務にこう就くことになってた、うん、あの終盤指令っていうのはあの夜,夜間とか休日に連隊長に代わってこう。 連隊を管理していく、まあ、普通隊級隊クラスの士官がその役目につくんですけれども、まあ、それがちょうど土曜の正午から一週間なんですね、まあ、でその二十二日の土曜日、えーまあ、あれだ終盤指令につくその段階で、えー、安藤は、まあ、すでに決意をしてその決意を あの栗原,栗原じゃなくて、誰だ。磯部には伝えてたんですね。<ー>でそ、それがあの、まあ二十三日に、まあはっきり。あのみんながいるところで、表明するような形に、えー、なったと思います。これはね、ここでどう、どうしてこんなふうに、数日の間に変わっていったのか。っていうところなんですけど、これはどんなふうに、ご覧になってますか。これはもうやっぱり。 あのい勢いいが止まらない、はあええ、だから自分としてはやっぱり決起っていうのはまあこれは,こうは,は反対っていうかやっぱりもっとその国民的な広がりの下で昭和維新っていうのは行われていくべきだっていうのが基本的にあったと思うんですけれども、うん、これ、まあ、佐賀さん<え>あの第一連帯と第三連帯っていうのはいわゆる第一師団で これ、第一師団ってこの226事件の前の年の11月に満州に行けというような命令が出ていてそして、安藤自身、まあ、もうすでにこの頃っというのは中国で戦争が始まってましたけれども、ええまあ、そういった戦争の経験がないから戦地もちょっと行ってみたいかなというような考えというのもあったということですね。 ですから、ね、その「満州一中」っていうのが、うん、やっぱりそのなんていうんだ226の一<っ>つのキーワードっていうかねこれはねあの満州一中っていうのはどういうことかと言いますとあの満州には関東軍っていうのがありますの、ね、<laughs> でねでその関東軍っていうのはあの内地に14個師団だったと思いますけども。 その14個師団のうちから2個師団っていうのを2年のローテーションで、うん、あの関東軍にこう派遣して、うんえー、関東軍の指揮下で、えー、2年間その満州の守備に当たるっていうそういう仕組みになってたわけです。で第一師団っていうのはあ,のあれだ要するに首都東京を永住する師団ですからあの基本的に 満州へは行かないローテーションから外れてたでねでそのローテーションから外れてたのがまああの昭和九年頃ですねまああのつ次のまあこう方法手段というふうに、うんえー、名前がこう上がっていたようですね、うん、このあたりもあれじゃないですか、うん、そのちょっとマニアックになるかもしれないけれど、ええええ、このまあ 第一連隊第三連隊ともいわゆる行動派と言われている青年将校が多くて、ええ、で一方ではあそういったあ彼らに対抗する統制派と言われている陸軍大学卒業した人たちがいてこれが鋭く対立する中で、まあ、統制派の人事権を持った人たちが。うん まあ厄介払いも込めて第一手段を出しちゃえとそういった動きも見えたことからあその226、まあ、結果的には2月26日になりましたけど、うんうん、決起を急がなければならないというふうに促したっていう、ね、そういった見方はできないですかあそれはあの その通りだとおっしゃる通りだと思いますそれがいわゆるちょっと早まっていくというか、ねまあうね、計画がきちんとできないまま行動だ,だ,だからそ,それが結局あの要するに決起はするけれどその後どうするんだという計画もできないし<ー>そもそも安藤照相が数日前までまだ腹が固まらなかったってところにもつながっているわけですよねその安藤隊がやっぱりその勢いつまり、うん、あの。 栗原とかね、磯部あたりの村中ですね、ものすごいもうやるんだっていうこの勢いで結局負けていくっていうか、もう飲み込まれるって感じなんですか、うん。そうなんです、ね。あのー、だから補佐の中で<ー>、えー、野中シ郎対っていう、<ー>まあこれはあの<ー>テルゾーの先輩なんですが、でその野中シ郎がね、これ2月のあれかじ19日だと思いますけども、はい、この頃にね、あの遺書書いてるんですよ。 でその遺書っていうかもうこれは決意書なんですねあ<ー>参加表明のね。<ー>で照あは野中さんに叱られたっていうふうに周囲に通って語ってますからあ<ー>あのもう野中がもう決起参加表明して、はい、うんでテルゾーに叱られ まあお前ひよってちゃダメだみたいなやっぱりその葉っぱのかけ方したんだと思いますだからもう野中が出るってなったらば、えー、もうこれはもうしょうがないなっていうね、はい、まあそういう感じだろうと思いますねだからテルゾ自身はね、あのー、どんな言い方してるかっていうと、あのー、もう「死からば同死とともに順次を」。 どこへでも使っってててくれいううふに参加を表明しるんですねだからねこれは要するにどういうことかっていうとねやっぱり自分としては立ちたくないだけど同志がもう立つというのは止められないだけどあいつらだけでは失敗しちゃうとっていうのはねほら 磯部とか村中っていうのは軍追放されててあの部下持ってないんですよ、ね、あそういう状況でしたね。うん、で栗原も彭一の機関渋滞好きでもって、うん、そこのほら中隊長とかっていう指揮権のある身分じゃない。<ー>でだから中隊長でこう本当にあの。うん 舞台をを指揮してててるるる経験を持ってる人間たら限られてるわけですよでだからそういう中でテルゾ造が、まあ、自分が立たないとこれはもうしょうがないなっていう気分になってったっていうことはあるかと思いますこの辺がねその仲間を思いそしてもうこれは負け戦になるかもしれないけどもある種の義経心じゃないですけど、うん、そういうもので自分が立たねばという責任感というかね。そう ここ,ここですね、はい、夢をけたのあとあの任二六のやっぱり背景にはほら陸軍の,あのさっきあのおっしゃったその行動派と統制派の対立ですねう、はい、まあそういうものがあった、はい、ですからちょっとその二大派閥の構想っていう部分ちょっとお話しさせていただいてもよろしいですか。それでねまずあのほらあ青年 こう側っていうのは、行動派になるわけです。はい、天皇のね、こうという、ね。はい、です。ですよねそれでね、この行動派っていうのは、あの、昭和六年の十一月。ですね。はいはい、で、まあ、この年、この時に、あの、あ、十一月、十二月に。あの、荒木貞夫。まあ、この人がの陸軍大臣になるわけです。で、この荒木貞夫っていうのは、あの。行軍とか、行動とか、行為<ー>とかね。ええ あのもう何にでもその「皇」の字つけるのが好きだと。いで,ですからそこから「行動派」っていう呼び方が生まれてくる、うん、で、まあ、これはあの基本路線っていうのはあの天皇神,神聖、うん、それからあとはあのほらロシア革命起こってそれ,のそれがこう波及してくる、うん、そのことに対する非常なその危機感を持ってるからその反響 そしてあとソ連に備なるほど、ね、なるほど。ほどうん、であとはやっぱりあの国民生活を安定させていくっていうそういう路線を持っていたわけです。はい、でそこら辺がねあの青年将校の考え方と、はい、こう近い部分があってあ<ー>ですからあの両者はこう接近するわけですよね。ただその青年商工の側は 行動派の,その荒木とか正木とかいう召喚で、うん、そ,れのそれに使われてるこう犬っていうかねじゃないんだぞっていう<ー>、うん、でそういう,こう意識もあったと思うんですけども、はい、あの自分たちとしてはその国体原理派。国体原理派。はい、だから何て言うんだろう。 その将官たちとは、あの、不足不利で、こう行動してるんですよね。ですから、なんていうか、微妙なこう。共闘関係っていうか。<ー>うん、あの。うん、だから、和して同説みたいな、ね。そうね。はあうん、あの、そういうところがある。うんはい、うん、あったわけです。はい、で、あと、あの、統制派の方なんですが。うんはい、これ、ちょっと、あの、話が。 えー、大正時代へ戻るんですけどもあの第一次世界大戦がありましたよね、うんはい、でその当時、まあ、第一次世界大戦あの1914年から18年までですかでその当時にねあのちょうど陸士の16機ですね<ー>だからテゾーなんかは38機ですから<ー>、うん、ですからまあ,あの20以上上の人たちになるわけですが。 まあその人たちあのその中の3人永田哲山小畑敏郎岡村康次といった、まあ、こういう,こう16機の春秋3人がこうヨーロッパに派遣されてたでまあこの3人がドイツの保養地のバーデンバーデンっていうところへ集まって、はい、それで、まあ、今後の軍の在り方というものをですね、はいえー、相談するんですね。 で第一次世界大戦というのはほらあの飛行機が登場するそれからあと戦車が登場するであと機関銃それとあと毒ガスなんですよね,<ー>これねでそういう,こう新兵器が登場してきてあの戦争の様相というのがそれまでと全く変わってしまったわけですでだからそういうものを見て衝撃を受けるわけですよね。 でだからこれからの戦争っていうのはあのこういうものになっていくんだとだからこれはもう国家の,あの産業力っていうかねだからそれを基盤にしたその総力戦総合戦になるぞっていうねでそういう認識を持つわけですよねでそこからその軍を改革して近代化してでもうその総力戦体制を 気づいていかなきゃいけないと。まあ、そういうこう。こう認識に至るわけです。で、国内帰ってきて、まあ、この人たちは、あの。なんていうのか。研究会みたいな、こうグループ作って、いろいろ研究するんですけれども。はあ、そういう中で、こう。満州をどう扱っていくかとか。うん、それから、その高度国防国家の構想とかね。まあ、そういうものが、あの。あれだ、話し合われて。 それが陸軍のその幕僚将校いわゆる陸大を出た、はい、エリート級の将校ですねそれの間にこう共有されていくとはは、うん、でその中心にいたのが永田鉄山っていう人なんですけどこの人は殺されますよねつまり相沢三郎中佐からあの前の年でしたかね、うん、殺されてしまうという。 荒木がほら陸軍大臣になってたわけですけども、うん、その荒木が退任した後軍務局長として、はい、あの軍の中枢でこう力を持つようになっていくでそれがあのいわゆる統制派ということになっていくわけです、うんうん、なですから何て言うかな、あのー、その後ほら日中戦争であるとか、はい、が国家総動員法だとかね その統制派のリーダーの一人が東条英機なわけですよね、まあ。だからこの226事件によって行動派というのが、まあ、ほぼ一掃されていくと。で統制派が一人天下を握ることによってえまさに 日本がその後たどっていく国家総動員体制っていうのが作られていくっていうことですよね,なるほどねそういう形なんですね。とこの226事件で結局失敗しましたよねで、はい、それによって行動派がもうほぼだめになっていく。これをいわゆる統制派は 利用していったと言えますよねそういうことですね派閥構想がやっぱりその背景にあったんだとそうなんですで、ですね、行動派の皆さんってその<ー>さっきのね、幼年学校士官学校陸大っていう中で言うと士官学校を出てそして退月で止まっている人たちなんですよなるほど要するにあの現場の舞台のトップにはなってるんだけれども<ー>でも幕僚といって<ー>中央のおおそのお 陸軍,省の陸軍の中の中枢部にはなれないと陸大出てないですからはあ、はあ、でここはもう完全に分かれているわけですどこっちが統制派でこっちが行動派と、はあ、だから行動派の人たちっていうのは自分たちの部下と接触する機会が多いので 自分の妹やな,などがね身売りされてるんだっていうのを今か,、ええね、から知っに出てきた人たちにいかに農村が疲弊しているかとそういう現場の声が分かってるわけですか、ね、らだから照が給料から部下に渡していたっていうのはそういうことですよね。あ で天皇に本当に、えーまあ、政権権限を全部移すことによってそれが回復するんじゃないかと。族を打てとつまり,まつまり君足の漢という言葉がありますがつまりこんなふうに世の中が乱れてしまっているのは天皇を取り囲む周辺の人たちが悪いんだういうこ,、ね、これをつまり君足の漢と言いますよね彼らを撃てば天皇中心国家を作り直すことができるとうそ,うそう。 思ったわけです、ね、だから,そだだからそのある意味その計画が甘いっていうのは、うん、計画を立てちゃうと自分たちが訓則の管理になる。 変わることになっちゃうでしょという思いがあったってことです、ね。天皇にはちゃんと通じるんだと。そうそうだから、この、こういう行動をして話せば、天皇がオーケーしてくれる。理解してくれる、そしたら、我々の。このそ。それで成功だ。実現だと思った。ところが、天皇は全然違っていたと。<laughs> 違ってた。非常にリアリストであったし。 最初から俗軍っっっててて言言るるでしょ言ってるわけですよねうん、うん、これによって一気にこうね沈静化していく失敗ということになっていくわけですね。すねなんていうかな青年将校っていうのはもう幼年学校時代からもうとにかくあの天皇への忠誠ってのを刷り込まれて育ってるんですよね。でだからどういうふうに言えばいいんでしょうかね。あのなんていうんだ 神格天天皇皇と人間天皇って、うん、そういう言い方はよくされてるんですけども、はいはい、要するにあの、まあ、ゾルエンとザインザインとゾルエンっていうね、はいはいはい、いそんな話にも近いのかもしれないけどもだから青年将校が見てるっていうのはなんて言うんだろう本当に神としての天皇<ー>だから天皇っていうのはこうあるべきだっていうね<ー>そのあるべきだっていう天皇 をこう自分の頭の中に描いているとだけどその人間としての天皇っていうのは実はそうじゃないとまあそれがだからあれですね、まあ、柿のも元の人丸が昔ね「あの神にしませば」ってこう歌ったような本当にあの 歴史上そ,そういう天皇っていうのは存在したことないと思うけども <laughs> ど、ね、だから自分の心の中、えー、中でこう神格化されたこう天皇だからそれを想定して、えー、で物を言ってるっていうかねそういうところがありますよね。なるほどこれも あれですね半田さん、やっぱり学校の幼年学校時代の教育にしたことですね、なですねまあね幼年学校から士官学校に行くというのは、えーまあ、真面目に勉強していい成績を取れないといけませんから、<ー>そうすると国が、まあ、教え込むことを忠実に自分の<ー>肉にしていっちゃったということですね,なるほどね。そういうものが、まあ、こういう決起の背景にもあった、えー、ということでしょうが。うん さてその鈴木貫太郎をです、ねまあ、この安藤隊は襲撃するということに役割としてはなっていくわけですね、ちょっとここを見ていきたいんですが、えー、鈴木貫太郎邸を,を襲撃ということですちょっと細かくなりますが、えー、歩兵第3連隊安藤輝三隊を率いる2 0余の兵士が鈴木貫太郎邸を,を襲撃します2月26日午前5時10分頃安藤隊と兵士二十数名が表門と裏門から入ると。 で護衛の警官三人は、体の自由を奪われてしまう、ということなんです。で、日本間に鈴木寛太郎夫妻がいたということですが、襲撃隊の価値官は？鈴木をめがけて、えー、拳銃を発射、えー。鈴木はじめ、これは寛太郎の長男なんですが、この人が書いた父・寛太郎の生涯によれば、ですね。反乱軍五丁の撃った三段。 えー、3つ玉を打ってんですが眉間と心臓と口眼と急所をついたとあるということなんですねただ妻高の話としてはですねこれは NHK の番組で放送されているのがあるんですが被弾は4発眉間と肩と心臓の右の方そして横腹と いうふうふになってるんですね、まあ、だからちょっとここのところがですねあの話が変わってくるんですけども <laughs>、はい、これどういうことなんですか佐川、はい、さんそうするとね、ええ、これは実際の発砲は5発だったんですね。<ー>5発だったんですか、ねええ、それで一発ははず<ー>ね、えー、ですからこれからかみふすまをだから撃ってる<ー>で4発が <laughs> 命中してるんですよ。はいでところが、あのー、これは 226のあの余震の報告終了書っていうのがあるんですけれども、はい、まあそれ見ますとね、えええー、道堂米貴一総長これが2発打って、はいえー、永田昭総長これが一発の,、うん、あの発砲は計3発だってこうなってるんですよ。ほっていうのはどういうことかっていうとあのまあ道後目も永田も自分が。 発砲したことを認めてるわけですよねで私は1発撃ったと道後目は2発撃ったと、ね、でところがそれ以外あの自分が撃ったって言った人間がいなかったわけですねですから結,結局 <laughs> あの3発になっちゃった <laughs> <うか> <laughs> でところが傷は4か所あるわけですよ <coughs>、はい、でそうすると 3, 3発しか撃たないんだけど傷は4か所だからこれ何とかしなきゃなんないわけですよね。<laughs> でそれでねあのその予診報告の終了書にどんな書き方してあるかっていうとそれにね、あのー「左自覚上方約5センチの部位より入り皮下南部を貫通して左入試突起部後ろ側に射出する重曹」と面倒くさい難しい言い方してますけど要するに左耳の上から入った弾が「 首を通り抜けて左のこう。はい、父のあたりから出たっていうね。うでありえない話ですよね。<う>その首を通過するなんてな。だから、これは結局あの要するに玉一発で2か2か22箇所の説明つけなきゃ。なんないんでまあ、そのあれですねえー。与、うん、担当の法務官が。 まあ、自分で作文しちゃったっていうことが分かるわけです、ね。で,で実際の戦後になってあの門脇信夫軍曹っていう方がいらっしゃるんですけどもこれはあの襲撃の時にその場にいた人です。でこの方があの自分も発砲したことをあの認めて。 あの鈴木県に謝罪に来てですねで実は自分も撃ちましたっていうふうに認めて、ね、だからまあそこら辺で通じつま合ってくるんですけど,なるほど、ね、だからそのあれですね今そのスライドの方に撮っていただいたはじめ鈴木はじめさんですね、はい、だからそれそこでは三段になってる、はい、ですよねなるほどね、まあ、実際は まあ撃ったのは五発で,5発で、ね、そのうち四発が当たった。被弾したということですね。うん、あと反乱軍五長っていうふうに、はいえー、書いてあるのも、はい、それはあの総長。はい、総長ですね。五長、えー、より上ですね軍曹の上になりますね。 で倒れたこの鈴木をです、ねうん、15人ほどの兵士、可視官が囲んでさらに可視官が鈴木に銃弾を打ち込むということになっているんですが,これがだからそれは今、いった4発のことを言っているわけですね。うん、ですね、ええ、で鈴木勘太郎はです、ね、虫の域になるわけですが、えー、松本清張が書いた昭和史発掘というのがその中の、えー、真相版7、ここに書いてあるのはですね 安藤の姿はまだ見えなかった部屋も廊下も兵隊でいっぱいだったほどなく安藤中隊長が来たとで夫人もどこかから現れ倒れた自重長のそばに正座して微動だにしなかったで安藤中隊長は夫人に向かって麻布歩兵第3連隊第6中隊長安藤照三というふうに名乗ったわけですねで襲撃理由は昭和維新断行のためとだけ言ったとでしばらくすると中隊長は まだ,まだ脈がある武士の掟により閣下にとどめをというふうにまあ言ったわけですが正座していた高夫人は「それだけは私に任せてください」と言ったわけですねそうすると安藤中隊長は「ではとどめをやめます」そう言って立ち上がると倒れている鈴木侍従長に挙手の礼をしたで私たちは全員捧げつつの礼を取った。 これは奥山久米寺、ねはい、元軍曹の話として、ねはい、この松本清張が書いた昭和史発掘この中に出てくるんです、ね、で、えー、これによって安藤は了解して引き上げたと、はい、それによって鈴木勘太郎は死を免れたということになっているんですがこれ、別の佐賀さんがお調べになったことがちょっとありますが。 艇、えー、内に侵入したのち、照蔵は1階の襲撃部隊と分かれ指揮班の兵隊数名を率いて2階の探索に向かっていると、で照蔵が1階の現場に足を踏み入れたのは永田総長と堂後目総長の襲撃後であるということで、はい、これは安藤照蔵と鈴木幹太郎という、このお佐川さんがお書きになったこの中に、ね、出てくるんですが、これ、どういうことだったんですか。らこう 蔵はその道後目と一緒に表玄関から入るんです、ええ、で,で道後目総長はそのまま1階の探索に向かう、はい、であと裏口からはその永田総長が裏口からこう探索にこう入るんですね。はいはい、で照城はあの道後目と分かれてあのこうし指揮班っていうのが、まあ、し襲撃隊がその永田と道後目がいて、はい、であと指揮班っていうのが 以下の4名ぐらいの,あの部下が指揮班なんですがだから照蔵はその指揮班連れて2階に上がっていってるわけです。でこので2階に行ったっていうのはどういうことなのかなと。でこれはまあ本当にあの2階を探索するっていう目的はあったと思うんですけどもうーこれねあの照蔵があの余震の時にあの 提出した上申書っていうのがあるんですが、はい、でそれの中にね「あのもし重臣の一人として鈴木閣下に危害を加えなければならぬならばなんとか危害を加えることなしに目的を達する」すなわち一時他の場所に抑留するというような意味で「 適切な方法を講じ絵はしないだろうかという気持ちが潜在しておったのでありますが時の勢いついにやむをえなかったのでありまして今なお非常に苦しむところでありますと。でだから照像としてはね 何とかして助けられないだろうかという気持ちをやっぱりうう、ね、持ってたんですよ。それでねだからこれはまあ私の想像になっちゃうんですけどもあのなんていうんだ長田と道後目っていうのは侍従長を発見した後あと照蔵が2階から来るのを待たないで発砲してるんですよね。なるほど、うん 蔵が来るのを待たないで発砲している。うってことはもうすでに輝蔵との間で、うんえー、自重長を発見したあとはですね、うん、あのもう2人で自立的に処置をするとは<ー>、うん、もうそういう約束っていうか命令があの出てたというふうに考えられるわけです。輝蔵、うん、のとにかく到着待たないわけではい、はい、自分たちで売ってるわけですから。 ということはどういうことかというと、うん、もしほら2階に避難してた場合には4人し指揮班の兵がいるけども、うん、で指揮班の兵を下げてで部屋閉めてねで中で照造があ銃声2発ぐらい聞かせてそれであれだ あとほら押し入れかなんかに隠れててもらってね、うん、で一応自分が「初段申し上げた」というふうに兵に語ってそれで済ませられるじゃないかっていうまあこれはもう私の想像ですだから2階で遭遇したらそういうことはできるとだけど1階で遭遇したらそれはもう諦めてもらうよりないと。 うん、<ー>まあそういうことだったんではないかなと、うんまあ、ここら辺はもう本当に推測でしかないです,いですね、うんいや。でもそれはななんとなくこう、うん ね、最終的にはその夫、まあ、人のねあの高夫人の除名嘆願を受けてとどめは刺さずにおきますっていうのとだからひと、うんまあ、芝居打ってそのままあいなかったってことにするっていうこともできただろうし、えー、まあそれはあでも、まあ、まあこういうのは歴史の巡り合わせですからあでも実際には あ、まあ、見つけたら、処置しろと言っていた部下の方が先に見つけちゃったから、この結果になったと。うん、で、その合わせ技として <laughs>、とどめは刺さないっていうようなところで、とどまあの。うん、まあ,あ、ちょうど、まあ、彼が望んだ通りになったわけですよね。うん、まあ、怪我は、うん、大怪我は、大、ね、怪我はしましたけどね。うん、だから、その。てるぞが2階から降りて、来て、うん、で、もう銃撃済んでるから。 うん、だから本当はそこでもう亡く,、えー、くなってるはずなんですよ。うん、でところがそれが亡くなってなかったと。で中隊長をとどめようみたいに言われてねだから言ってみればほらあのサッカーでボールを人に回したと。<laughs> ね、ところが 回したボールがゴール前でまた自分に戻ってきちゃったわけだか、ね、なるほどなるほどああでとどめを刺さざるをえないですよねそうなったらももう部下だからねその夫人の孝夫人が、ね「とどめだけは」っていうあとは自分がやりますからみたいなねでそういうふうにこう言ってくれたことがね照蔵にとってはそう,、ね、そうですよねそうあの あ,あ、救われたっていう感じ。うん、逆に、うん、こ,これがじゃないのかなっていうね。これが首の皮一枚でね。鈴木、うん、貫太郎の命が助かり、うん、やがて総理大臣になり、えー、先ほども話しました。けども、終戦をまあ、見事に。 やっっていいたとそういうことです、ね、ここの歴史っていうのはこういうちょっとしたところで本当に大きな変わり方をしていくわけですね。ううこ,すねこの時点で自重長なわけでしょ天皇と密接に意思疎通できるような立場であってで終戦の招職、まあ、っていうのも、はいまあ、当然、えー、準備する中に入っていただろうしね。 そういう関係にあった人が、まあ、生,きのき生き延びて総理大臣になったということが本当に今の日本をうう、ね、つながってますよね。あの時終戦工作がうまくいかなかったら、うん、これはまた混乱が生じてアメリカの占領政策だってわか,からなかった、ね、そういうことです、ねまあソ連も出てきたかもしれないしっていうことで。 このあやというんですかいややっぱりねこう2年前にお互いが合ってるっていうのはものすごく大きいですよね。で,ね、うん、でお互いがお互いを認め合ってるっていうのが、はい、もう歴史の文書でちゃんと残ってるっていうのも<ー>これもまあ襲撃された時にあああの時の証拠かっていうのはそれは多分。 その時は分かまあ、えー、いずれにしてもこういうふうにして鈴木貫太郎は一命を取り留めるわけですが、はい、まあこの事件に関しては天皇は申請を望んだわけです青年将校はしかし天皇はですね、えー、これに対して激怒をした反乱と見なして場合によっては自ら鎮圧に乗り出すとまで言ったわけですね、うん、で結局青年将校らは反乱軍となって行き場を失うんですが、えー、死亡者の一人でありました部磯辺朝一はですね 安藤にも投稿を呼びかけたんですねもう天皇から反乱軍扱いされたわけだからもう我々は投降しようとしかし安藤大尉はですね反乱軍の拠点であります山王ホテルで抵抗を続けたここですよねつまり安藤はですねずっとその1週間前まで反対をしていたわけですねこの,このクーデターはやめとけとまだ無理だと言っていたしかし仲間に押し切られた形でですね、まあ、仲間はもうこのままだとダメだからっていうんで自分も参加すると言った。 その自分をですね追い詰めていった磯部はもう投降しようというわけですね。まくここですよねでところが安藤はですねこれでいやわれは私は最後までやると。ここうういうことってまあ 時々ありますね人間の社会でね <laughs> あの他の戦争じゃなくてもね仕掛けたやつがもうさっさとこ逃げようとして <laughs> よくあるよねよくありますけど <laughs> はしご外されるってうかうるさ外されて <laughs>、うん、しかし安藤はやっぱりここは本当に人間として最後までやるんだとこの辺はちょっとある意味立派という意味も受け取れるんですがそうで,す、ね、ですからねまずあの決起の経過を簡単にたどってみると、うん あの26日とか27日、まあ、この時点では、軍人の多くは決起に賛同してたんですよ。で、激励に来る人も、これ、市民も含めて、相当多数いたわけです。あそうなんですね、えーえー、市民もそういうふうに激励してたんですか。そ,すえー、それでね、<ー>まずあの、ほら、26日には陸軍大臣告示っていうのが出されてます。 でこれはほらあの有名な「諸子の行動は天朝に達せられあり」っていうね<は>いこれはもうあの天皇が決起を認めたっていうふうに受け取れるう <ん S 1> そういう文言が入ってたわけですよ。<うん S 1> でそしてさらにあの決起部隊をこれ非常時の治安維持のための警備部隊麹町地,地区警備隊。 それにこう編入するっていう措置が出されるわけです。ほ<う>ね、でだからあの地区警備隊だから、まあ、そこにそのままとどまっていいよっていうことになるわけですね,ねほう,ほう,ほうほう。でそれでほら<い>あの正規部隊として処遇される、うん、こういう,こう不思議なことが起こってる、ね、不思議ですねこほね。 怪獣とも取れるしあなるしなほど,なるほどそれから場合によってはね、ええ、別にあ,のあれだ正規部隊の方が決起部隊に合流して一緒に行動するっていうね、ええ、そういう含みを残した処置っていうか。 対応だというふうにも考えられる非常にこの、うん、グレーな対応をとってるわけですいずれにしてもこの地区警備隊に編入されて正規部隊としてこう扱われてる、うん、だからあの料亭、うんね、行楽に宿所割り振られるんですよねこれね。 交楽に入ったりしてるわけですであとは食事なんかも舞台からこう運ばれてくる、ええ、これ半田さん、ね、なんか危う,危うい感じがします非常に危うい感じがします、ね、でで実際にあのねその、ええ、決起をする前にもその行動派の将軍たたちはその君たちの気持ちはよくわかるとか言ってるわけでしょ、ええ <laughs> まあつまりえやれよとやってもいいよということを言った上にこの2日間ですよねあの初日と2日目についてあの佐賀さんおっしゃったようにまあいわゆるこうちょっと時間つなぎの懐柔策にも見えるけれどもだけど心情的にもともと応援してくれてたじゃないのと。 でそれがあ、ね、ようやくう広がったんだなっていう思いで、えー、本当にあの陸軍として後押ししようとしてたかもしれないこれはどちらかよくわからないところですね。そうですね。あ後になってみるとね、えー、いやこれはもうとにかく怪獣のための、ねえー、方便だったんだっていうふうに主張してるわけですけどね。うねあ,あとははこれは 村上警察大佐っていうこれは軍事課長だから結構あの陸軍省の中で偉い人なんですけどもこれがねあの書きかけのの大大っていうのを見せに来るんですね大将まあこれは部下に起訴を命じてそれ書きかけのものをは持ってで青年省庫のところへね今こういうのができるからっていうようなことをこう 言いに来るわけですよ<ー>でこれ維新大賞っていうのはもうこれは天皇自らが昭和維新を宣言して、まあ、政治の改革にあたるっていうねまあ<ー>そ,うそういうこう生直ですから。これは、うん、半田さんあれですよね天皇をやっぱりある種そそのかしているようなね まあそう相当も見え見えますね。外堀を埋めていくようなですね。どうどうなんですかそこはね。この辺りってだからそういうふうにも取れるわけじゃない。その外堀を埋めて天皇に促したっていうのも取れるし、でもこれもやはり一つのかえあの妙策であって、ね反乱部隊をなんとかなだめすかして。 穏便に時間稼ぎをしただけかもしれない。<す>両方取れるよね。まあね、ねこの村上傑作大佐っていう人は。あの、なんていうの、要するに状況を先取りしてるわけですよ、ね。うん、だから、二十六とかね、まあ、二十七日の早い段階だと。はい、要するに、もうこれは決起部隊が。要するに、あの、認められて、えー。そのまま昭和維新に進みそうだな。 そういう,こう状況を見通して勝ち馬に乗るっていうかそういう感覚<ー>それでそのお維新大象みたいなのをこう先取りして作ってこういうのができるぞっていうふうにで頑張れよみたいなね。うんうんうん これうう、ね、はっすごいことが起きてますよね、えー、だからこの,こので,でもそれもやっぱり現代の社会にも通じるじゃないそ,、うん、そのそさっきまで後ろにいたはずなのにいつの間にか俺が勝ち将軍だって名乗り上げるような人いるじゃないる,なるほど。だからさっき半田さんおっしゃったようにね確かにねあのほら外堀埋めて、うんうん、その,あの状況っていうかそれをしっかり作っておいて それを宮中に飲ませるみたいなそういう感じっていうのは確かにあの、うん、な,ないわけではなかったいろいろこうせめぎ合ってるあ後から見ればそれは怪獣だとも言えるとかねで結果的にやっぱりその昭和天皇がそこのところはやっぱりしっかりしていたというかうこれはダメなんだと。 これでも一発で決まる訳ですよね。そうなんですよね。だって自分の部下を殺殺されてるわけでしょう。迅速の官ではないわけですよね。天皇にとっては信頼すべき右打も当然の人まあ部下なわけでしょう。で、まあとにかく天皇の意向っての青年証拠は知らないわけですよ。そうですね。でね、だからもうとにかくあれ。 昨日までは昭和維新もすぐ達成できるっていう状況だったものがなんでこんなになっちゃうんだっていうその180度の変化、うんうん、まあそれをねあの心理的に受け入れられなかったっていうまああの生,生来の頑固さっていうかねあなるほどねやっぱりそういうものっていうのは大きかったんじゃないかなと最後までホテルにこうん。 老衰する形でいたというのはつまりそういうこともあったのではないかということですね。なんかその楠木正之に自分を見せているというそのまあうん、うん、犠牲する気持ちもあったということもだようですが、すね、これは、ええ、それはね、ええ、だから二十八日の夜に、えええー、まあこう森田利八対っていうまあ自分の同僚ですね。 あのせ先輩の同僚、はい、それからあとレ渋谷連隊長渋谷,渋谷三郎っていう方なんですがその,あの2人が説得に来るんですよ、はい、でその時にはあの秩父の宮があの言った言葉をねあの伝えたり伝え,伝えに来たりしてるんですけども、まあ、秩父の宮ってのはもうあ,のあれだ要するに将校は責任取って自決しろなんていうふうに 言ってるんですけどね,でねその森田利八隊と渋谷連隊長に向かって照造は「俺を楠木正成にさせてくれ」というふうに言ってるんですよ。で楠木正成だから,のだからあのにこう自分を犠牲する気持ちっていうかだからこれは何かっていうと、はい、あのその時は評価されない。なるほどだけど、えー、数百年後には。 あのまあ足利が高家に対立したねあの中心であるということであの明治維新明治政府によってあのもう逆す,すごい評価を受けるわけですよ、ね、あの正史像がありますもんね皇居の前にと皇居の前ありますよね, <laughs> よね不思議ですよね、うん、南朝型なんですけど。うん そうねね、今,今の天皇は北朝系慶けの、ね、南朝型の,その、まあ、有名な家臣が皇居前に像として設けられているという非常に面白いことがある,ああある意味、だね融通向けですね。<laughs> はい ということで、まあ、とでにかく安藤泰は山王ホテルでずっと籠城、はいまあ、するような形になったわけですが結局その、まあ、もう無理だということで、えー、自殺を図る自決を図るんですがここのところがです、ね、また、えー、これが、ね、あの昭和史発掘の今度8というです、ね、松本清張さんが書いたこの本の中ここからちょっと引用したいんですがここがすごいんですね中退を皆涙を涙飲んで歌い出す。 中隊長安藤が歌いながら後へあとへと下がる「で変だ」「中隊機を捨てて走り寄った時突然一発の銃声中隊長が倒れている」「皆駆け寄り大声を上げて泣く大隊長も泣きながら大和魂を遺憾なく発揮したのだ真の武士の最後だと叫ぶ」「中隊機尊王闘冠の旗を中隊長の額にかける血で真っ赤に染まる」 えー、口、目、血潮に濡れた手で書く最後の筆、維新ただなくということなんですこれは安藤の当番兵だった前島清志元上等兵の指揮よりということになっているんですが、うん、もう何かこう涙涙のでですすねんんてううかこ歌舞伎の舞台を見ているようなというかそ,う、ね、そんなシーンなんですね、こ,れやっぱこんな感じだったんですかね。 それはまあこの血潮に濡れた手で描く最後の筆ってこうありますけども、はい。まあこの時にあの前島清と道後名総長ですね、はい。はい。え二人がその通信紙っていうかこうザラ紙紙をこう差し出すんですね。今これはな何かに当てて、ええ、あそうそれです。はい。ええ ね、これはそのいわゆる自決未遂した段階で未遂の状況でこれを隠、ね、そうなんです倒れてる状況でこれ二つもそうなんですか、はい、よく残ってたん、ね、ですからこれが全部で四万ぐらいあったからね <laughs>、はあ、倒れてる状況で、えー、だからそのほらい色が色鉛筆青と赤と二色あるでしょだ,、はあ、だからこれ多分ねあのどっちかがその前島が差し出したもので,、うんはあで もう一つがが差しし出だから色鉛筆が違ってたんじゃないかなあるいは途中で折れてこうあのあれ変えたっていう可能性もあります結構力強いじゃないですかピストルで撃っているんですがやっぱりまあそれがだから致命的にならなかったってことですけどね。ですからねその時の傷っていうのは右のう顎の下から でこの左のこめかみここのところで止まってるうそういう傷だったんです、ね、そうなんですか、えー、すごいですね。で、えー、またもう一つ、えー、あの話がありましてです、ね、合唱が2番に移る頃安藤泰は静かに左右に。 右肩に移動し隊列の後方に歩いていった私は変な予感を抱きながら見守っていると矢折ら拳銃を引き抜き左下顎に当てたダーン突然の銃声に驚いた一同はわっと叫びながら安藤隊員の元に駆け寄り口々に中隊長殿と叫んだこれが前島清二上等兵ですね226事件と強土兵のものなんですが。 もう一つ、えー、これは北,北村一郎二等兵がです、ね「週刊読売り」に昭和43年にです、ね、語ったものがあって「六中大化も終わろうとしている矢先ハッとした、えー、事態が起こりました」「いきなり腰のピストルを抜くが早いか顎の下から頭へ向けて一発バーン」「あまり慌てたので薬莢が噛んで2発目が出ません」 盛んに引き金を引いていましたがどうしても出ませんその瞬間我々は一斉に中隊長殿と駆け寄りました、うん、なるほどもう一発打ってもう一発で死ねなかったから、うん、これで死のうとしてたんだけど、うん、それがうまくいかなかったそうなんですねだからなんで自決が未遂になってしまったかという理由がこの北村一郎二刀兵の、ええええ ものでだからその薬莢が噛んで2発目が出なかったとはーはーそれであとはほらえー、とあれかな「やおら拳銃を引き抜き左下後に当てた」って書いてあるんですけどもそうです、ね、だからこれはあの右の下後のはずなんですよ多分あ、えー、なるほどここ、まあ、普通はこう持ちますから、ね、そう,そう,そうでだからあの 前島から見た方向で言ってると左に見えるけですけど右利きで普通を打ちますからそうするとこっちが左側に当てることはちょっとできないですね。こっちですねなるほどということですねそれでルゾはねその晩のうちにまあこれ陸軍病院運ばれてそれで手術受けて弾を抜いてそれで。 その日のうちもう11時にごろにあのあのれですね代々木の永住刑務所へ運ばれてしまうんですはすごいですね病院から刑務所のそうなんです運ばれていくんですかです、ね、だからやっぱりもうほら逆賊ですからもしそれで死んだらし死んでもしょうがないっていうそういう感じはあったんじゃないでしょうかね。 でその後の経過ですがこれも本当に早くて軍法会議の説明、えー、緊急直命により陸軍東京軍法会議を特設戒厳令下の軍法会議は一審即決で上告なしと弁護人なし非公開で民間人も軍法会議の管轄したこれがだから北一揆であるとか、うん、西田三木であるとかという人たちが入ってくるわけですけども本当にこれはもうあっという間に処刑に向かっていくということなんです ですかね、まあそうですねなるほどね。からまああの<ー>えっとねまあ普通はあの軍法会議っていうのは師団軍法会議で師団ごとに<ー>あの開かれるんです。はい、でところがこの226の場合はあの東京陸軍軍法会議という形でああのこう 団軍法会議っていうのは師団長がそのトップになるんですけどもこれはあの陸軍大臣がトップになる形で、はあ、開く、ええ、でその緊急直令これはあの議会の閉会中にあの出される直令なんですけれども、まあ、あそれであれですね2 2 6用の裁判規則っていうのを作って、はいえー、やったということなんです なるね、ハンさんやっぱりこの辺がね、軍法会議はね基本的に軍人なわけですけども、民間人ももうこれで、これそもそも弁護士もつけられていないし、それにあの抗訴もできてないわけでしょう。まあそもそも軍法会議自体この当時一審制だったのかどうか、いやそうじゃないですよ、一審制ですよ。だからその要するにもう天皇の激憲に触れて。 まあことを早く収めなきゃいかんというふうに一気に流れが変わってって、うん、まあそれはそうなんですけどただね誤解しないで聞いていただきたいのはあの普通の軍法会議っていうのはその上告ができてで弁護人がついてそれで公開なんですよねだから五・一号の裁判っていうのはそういう形で行われたからあの新聞報道が非常に詳しくされて。 で、だから国民の同情が強く集まったっていうことがあったわけですそれでねあのなんていうか忍議録の時にはほら戒厳令がすでに敷かれてますでしょ、ね、ああなるほどでそうするとね戒厳令が敷かれてる時っていうのはもう自動的に一審即決上告なし弁護人なし非公開っていうふうに決まるわけであ<ー>あそれはもう決まってるわけそうなんです<ー>えー。 だからこれあの,そこの部分が特別じゃないんですよね、うん、で特別なのはどこかっていうとその民間人も軍法会議の管轄としたっていう部分<ー>そ,こそこが特別なですそうでだからこれはそれによって北一金西田三木それから磯部村中あと渋川善助水上源一っていうね あの主,主要な人物はこれだけいるでまたあと死刑にならなくても、うん、いっぱいいるわけですよ民間人で。これ不思議なのはねその226、うん、事件は鎮圧したわけでしょ、うん、で鎮圧がし,し,した時点で改憲令は解除されても本来いいんじゃないかと思うんですよ。それを残したままで、うん つまりこういう仕組みで裁判ができるように、うん、残しておいたように取れなくもないですよね。そうですねただ戒厳令というのはあの普通世の中が完全に申請したというのを確認して解除するというのがやっぱり普通でしょうから、うん、あの時間的にはもう少し後であっておかしくはそれはないかなと思うんですけれどもね。うんうん、でとにかくねあの軍中央としては。<laughs> はいあの もうこの226事件っていうのはどういうふうに位置づけで処理しようとしたかっていうとあの北一揆と西田三次ですね、うん、この2人にそそのかされて<ー>それで社会主義にかぶれた、まあ、そういう特殊な証拠が起こした事件なんだっていうねあ<ー>あのそういう,こう事件の位置づけっていうのを、うん、あの考えてでそれを外にどんどん宣伝していて。 なるほどでそういう形で迅速にし処理しようとした、うん、なるほど。でだからあのさっきおっしゃったようにあの民間人っていうのはもうこれは一般の裁判所で裁かれるのが当然なんですけどもその民間人にまで管轄を広げた。うん、だからそのことによって北西田、ね、その2人を軍法会議でやっぱり、えー、初段 したかったんじゃないか。これが要するにそうじゃないんだということをね、うん、言われたりすると困るから、もう一目大事ですよね。ういうこ,とねここでね。でもう死人に口なしの状態にしてしまう,う,、うんうんうね。非公開の場でやんないといけなかったってことだよね。いい感じであってもね。最後まあ処刑をされるわけですけどね。七月十二日にその前に、うん、まあ要するに安藤泰がいろいろ残していっているものがありますね。文書類であるとか、はい、それからあのまあその処刑された後のことの。 話にもつながってくるんですなんかいろいろ遺品のあれを佐川さんは持ってらっしゃるというふうああ聞いたんですけ、はい、それをちょっと見せていただけますか遺書、はい、を入れたそれ封筒なんですね、はい、でこの中に、はい、だからちょうど7月5日にあの判決がありまして<う>、えー、6日の日からあの刑務所から筆とか墨がこう差し入れられてで安藤輝三は「 あの次々に遺書とか遺木を残していくわけです。でこの封筒の中には34枚のまあ遺書なんかがこう入ってるわけですね。で最初これ7月6日最初の日にはこれ父親に書いている。で,で同じあ翌日の7日ですか。 これは母親に書いている。で、八日には妻ね、はい、えー、夫子とありますけれども、妻の夫に書いている、はい。そして同じく8日はあ長男のテルオとそれから次男のねひでに書いているわけですね。はい、で、このあたりはあの字が 非常にあの整った端正な字なんですけども、はい、まあだん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 日が経つにつれて、れ字がこう,こうしましょうか、ね、こう大きくまた結構、はい、殴り書き的になってくるんです、ね。そうですね。で、えー、これはあのいつ処刑されるかってのわからないわけですよね。はい、だからあのもう三日も経つと、もうひょっとすると明日あたりっていう。うんうんうん そういう感じはあったかもしれませんですから早く書かなければっていう気持ちはあって結構焦っていたのかなという気がせいているかもしれませんねはいいつお呼びが来るか分からないという状況の中でこれは12日朝ですからもう処刑の人に直前に書かれたものう苦もなく思いなく」 朝のカラス鳴き声も爽やかっていうふうに、ね、<ー>ですからあの当日の朝照蔵が最後に聞いてた鳥の声っていうのはカラスだったんですね、うん、だからこのカラスをカラスの鳴き声をなんていうのかな「爽やか」って言ってるから<ー>あのまあこう菩薩の妙音っていうかね。 そんなふうに聞いてたんじゃないでしょうかね。ねなるほど。うん、はい。でそれ以外にですね、これがこれはあ先ほどね、松陰神社のお札をつけて殺すさあの処刑されたというようなことだったんですね。これがそうになるんですか。ですからこれはね <A> あの。 処刑されたとき体にこう身につけていたものなんですね。<う>で、こちらは何かあの短冊みたいに見えますけど。はい、実はこれは封筒のただこう裏側に。書いてあるんですね。ああ<ー>。えー、なるほど。うん。で、これが松陰神社の。はい、まあ。御札ですか。で,で、だから、この黒いシミっていうのが。これ。 これは何ですか、まあ、銃殺されたときの、まあ、ち血のしみになってるわけです、ね、銃殺だったんですね、書形はね、講師、ね、刑ではなくて銃殺刑、はい、だったということですね、こちらにもこういうのを全部つけて,たていたまあ先ほどと同じやつですね、はいはい、ということになりますね。なるほど、これで、まあ、あの銃殺ということになりました。し、うん、しかしその,そのです、ね、資料は あの身につけていたものがよく残ってましたね。そうですね。これはどういうことなんですか。ですからね、ええ、これはあまあ要するに夫、ええ、妻の夫さが守ったという言い方が一番正確だろうと思いますね。守ったって何ですか。その撃たれた時に身につけてますよね。でそれで打たれました。はい、でそ,その後にそれを夫さんが受け取る、うん。 そ、ね、そうそうだから受け取って、ええ、あですからこ,のこれ自体はほら刑務所長から手渡されて<ー>で安藤家に<ー>、えー、渡されて、ええ、でただこういう、まあ、遺品とかいろんなこう文書類をですね、えー、何十年もその奥さんが保存し続けてる例っていうのはそんなにはないんですよね成、ええ、年証拠の中でもね。えーで だからそういったものがこう大量に散逸しないで今に残ってるっていうのはこれはあの奥さんが妻の房がですねまあこういうものをこうきちっと守ったからだから残ってるんだというこの資料はどこに今あるんですかあこれは今あの国会図書館の建成資料室に ございますそれは佐川さんが要するにご相談を受けてねはい、はい、要するに残ったものをどうするかすっていうところで起訴し,したって先ほどの話となるわけですね。今ちょっとしゃあの写真がスライド出てますがこれはあの処刑された後ですね、えー、葬儀場を出た時のテルゾーの家族が あれを遺骨ですね。持ってる。まあ要するに父親のエイジロが今お骨を持ってます。でその真ん中にいるのがあのこれはテルゾの妹、藤江さんですね。そしてその隣がそれ奥さんの藤さんです。あ左の方ですね。お綺麗な方ですね。そうなんですね。 これはヨヨハタ歳場ですね。今ね、要するにあのあれハタがえに今もヨヨハタ立派な歳場があります。そこですね。ああなるほど。いやこういう写真初めてね、ハンさん見てやっぱりな々しいというか。本当ですよね。これのもう一枚の次の写真の方が衝撃的だったりとそれ見せていただけますか。これはどういう写真になるんですか。そうするとこれはですね。 テルゾぞの遺骨を、今あの仮装している最中に、家族が控え室で待ってる場面なんです。はい、で、その時に、えー、まあ、刑務所長から、いろいろなこう遺品。はい、要するに、さっき身につけていた、あの松陰神社のお札とかね。はい、ああいったものを、こう渡されて、で、それをこう一。一一族で、こう見てるわけですよ。で、その見てる。 最中に、はい、あの憲兵隊の写真班が入ってきていきなりそれで母親の、えー、これ寿さんですけれども、はい、これがまあ驚いて<ー>それでその遺品をくるんであったその白い布、えー、それをバッとかぶせて、えー、隠したという<ー> 場面なんです。で、これはあの裏側に、はあえー、父の英二郎がその時どういう状況だったかということを書いたメモがあるわけですね。はあえー、そんな場面なんです。なるほど。もう何かそのデリカシーも何もないですよね。そ,すねそこでこう本人がね亡くなってその時身につけていたもの、しかもその血染めのものもある。うん それを見ているところへ、いきなり来て写真を撮る。そうなんです。で、この時っていうのは、あの、普通のマスコミは全部シャットアウトして。ええ、もう、あの、えーけ、憲兵隊が、えー、あの、周りを警備している状態ですから。ですから、この写真を撮ったのは、誰かって言ったら。憲兵隊の写真班なんですね。なるほど。で、ところが、ほら。 これが安藤家に残されてるってことはそうなんですよ。うん、それはどういうことなんですか <laughs> う？だから撮った写真を後で持ってきてくれた人がいるってことですよね。うん、だから<ー>そうそうそう。つまりそそれはあまりにもね、うん、ちょっとひどいことやってるじゃないですか。こうやって写真を撮っちゃって。で、やっぱりこれちゃんと安藤さんの方に戻さない,いかんなと思う。うん まあより人間、うんなね、人間味のある人に立っていることです,かですからそこら辺それを親切と言っていいのかどうかっていうのはちょっと、ね、難しいところあると思うんですけど,どただやっぱりあの葬儀の時の写真、えーうん、撮ったものを、えー、まあ遺族にお渡ししたいとまあそういう気持ちはあったんでしょうね半田さんねこういういの聞いてると本当にこう事件の裏側でこういろんなものが動いていて人間 耳みたいなものもこう見えてきたりとかなんかこう初めてこうなんていうんですか人間のやっぱり話なんだということがこうそうですね見えてくるというかねうまた同時にこういう写真をねそのまあ葬儀場を憲兵隊が囲んだ上でね遺品の返還をしているところまで写真を撮るということはもう完全なこう威圧ですよねなるほどねで外側に対しては憲兵がこのね、えー 仮に亡くなったとしてもこれは絶対に許さんぞみたいなことを見せてるわけでしょう。あのね、さっきまで226事件が起こってそして翌日あたりまでは軍の中でも共感する声があったのにもうひとたび「えーまあ、俗軍」というふうに天皇に落印をされるとみんなが一気加成にあのなだれを打ってね逆の方向に行ってしまうと。 まあそういうなんていうんだろうなその変わり身の速さみたいなものもいかにもこの日本の軍隊らしいなという感じはしますよね。ねそうですね、うん。それとですね、はい、ちょっと今後ろにねこういうあの駆、ま、け軸みたいになっているんですが、はい、これは何なんですか。はい、えー。そうするとねとまあこの板節なんですけれどもまあこれ全部で六枚あったんですね。あ<ー>それでですね。 あの実はこれ秀夫<あ>さんから相談を受けまして英夫さんというのはその秀夫さんからねこれはあの要するに母親の房さんから、まあ、その自分が受け継いだものなんだが、はい、その母親はねこれは内輪のものだから外へ出すことなくあの処分してほしいっていうふうにおっしゃっていた。うん まあそういういものだったんです,よですからあのまあ燃やしてしまおうかと思ってるっていうふうに秀夫さんおっしゃったんです、うん、で私はねそれ聞いて「いや秀夫さん絶対それはいけません」でこれはもうあの安藤輝三という人がどういう人だったかっていうのを本当によくあのそ,そのことが本当によく分かる、ね、あの大切な遺品だと思いますって。 でそれで、まあ、あの秀夫さんあの思い直されて、えーまあ、これ全部あの一応国会図書館の県政資料室に、うんえー、寄贈したものでこれはその複製なんです、ね、この長さで書いていたわけですね。でちょっとこれを見ると「我が妻よ我には過ぎたり美しく優しき夢よ」「十一日夜」というのはつまり処刑される前の日の夜。そうですはい あ,あ、さらばというところで、あ、そうなんですね。こ,こまあ、つまり奥さんに対してのことですよね。うん、だから安藤てるぞという人は非常にあの奥さん大切にして、愛情の深かった人。なんですね。ねで、私はね、これ見た瞬間に。本当にあの、安藤てるぞの遺品とか遺書。そういうものが、なぜ何十年も経って。ね、うん、きちっとした形で、こう。うん、おお。 残されてきたのかっていう、そのことの理由が分かった気がしました。ね、これはただ残ってたんじゃないんですね。はっきりとその奥さんのね、房さんが、これを、まあ、自分を愛してくれた夫の遺品であると。うんうん、もう最後の最後のとこですよね。それを守り通したという。そう,そうだと思います。えー、本当に、ね。もう一つあるんですが、はい、生と死の道に迷えり我一人の身にあらざりき。 その昭和17年7月11日、ねえーえー、まさに処刑される前の日にお書きになっていると。ですからね、えー、あのこれは、まあ、先ほど憲政資料室にあの全部寄贈したって申し上げたんですがこれの原本だけはあの私安藤英夫さんにお願いして、えー、私があの頂戴させていただいて憲政資料室にはあまあ それののレプリカの方だけを納めさせていただいた。で、なぜ私がこれにこだわるかというと226と安藤輝三の関係っていうのがね本当にあのこの言葉に省略さあのなんていうか象徴されてるっていうかね。でだからその特に後半の部分。 我一人の身にあらざりきっていうねこれは、うん、あの自分一人の体じゃなかったっていうね<え>、うん、最初反対していてね半田さんね,ね<え>それでそれが1週間ぐらい前は反対していたのに<え>結局まあ押し切られたこともあったでしょうけどやっぱり仲間がこのままだと失敗するとそこに私はやっぱりるとで実際にあの1500人の中で一番多かったのがあの あの安藤輝三の舞台ですよね人数的にもね歩三からの出動部隊っていうのがね全体のどのが6割ぐらい割ぐらいですね歩三からねなるほどねそして最後までね三のホテルで籠城する籠城して戦った抵抗したということですからだからこの我れ一人のミニアラザリキっていう部分をもっと大きく捉えるとね要するに何て言うんだ あ昭和維新っていう大きなもののために自分一人の,その幸福とかね、うんうん、安寧っていうものを捨てて犠牲になったっていうかそういう捉え方もできるしあ,、ね、あとはあ,のあれですね、えーまあ、やっぱりその仲間を見殺しにはできないというね私的にはそっちの方が大きいかなっていうね。うん うん、そういう捉え方してます、うん、いやこれだけど本当に残っていてこうやって我々がここで読むことができる見ることができるっていうのは大きいですね本当に気持ちっていうか内面がこう安藤輝蔵の人間性に本当に触れるという感じがしますね。うんうん、やったことは確かにそのああいうクーデター事件ではあったわけですけれどもね。うん、んな感じしますねだから、まああの 次男の安藤秀夫さんが、ええ、かあの昨年の11月にえちょうどあの88歳のお誕生日を、えええー、5日ぐらい過ぎたところで、えー、お亡くなりになられてるんですね。でなんていうかな<え>あだからそのまあ 英雄さんの供養っていうか、えー、そういう意味で、えー、この番組でお話しさせてだいたということはね非常に私にとっても意義の深いことだなというふうに感じております。 今いろいろ安藤照三大尉のですね人間性に迫る話をしてきましたがこの226事件はですね今もまだ検証が続いていますそんな中ですね2019年の8月15日に NHK が新しい資料を発掘したとして番組を放送しましたこれが NHK スペシャル全貌226事件という番組なんですねで海軍の極秘資料をもとに事件の4日間を再現したものなんですが その後これをベースにですね関係者の証言などを付加したまあ長尺物の,の特別版それから完全版が作られて20年の春には DVD も発売をされています再放送もたびたび行われてきたんですが佐川さんはこの番組にですね疑問があるということでやはりこの指摘をされているんですよねこれはどういうことがあるんですかはいはい えーとそうすると、ええ、ちょっといろいろ何点かあるようなんですが、ええええ、その中、ちょっとねじゃあこのまず会員の宮のところのスライドの説明、うん、じゃ高橋さんの方から先に、ね、か今、スライドがありますが、えー、と番組への疑問として何点かあるんですがその中でまずですね冒頭に挙げたいのが会員の宮を待ち続けるというのがあります。 これは海軍資料の記述に、えー、ありましてですね「海員宮正門前に決起部隊17名軽気関銃2丁を正方に向けお礼、まあこういう資料の記述に基づいてですね「2月29日の早朝決起部隊の将兵が海員宮邸の門前で天皇に決起の思いを伝えることに一縷の望みを託しそして海員宮を待ち続けていた」。 というふうにまあ放送したわけですね。これは佐川さんは誤りなんではないかというふうに指摘されてるんですよ。どういうことなんですか。はい、あの会の宮は実はこの時あの屋敷にいないんですね、うん。あ、そうですか、えー。それでね、ほうほうまずあの官人の宮邸の位置なんですけども、はい、これあの赤坂見附交差点の南東角。うん、はい。えー。 今で言うと、衆議院議長公邸とかがあるあの辺りなんですよ。それでこの場所っていうのは永田町ですからあの反乱軍の選挙地域の中になってるわけですよ。でねまず甲斐のの宮っていう人はあの病気がちでそれであのー。 年が明けてからはずっとあの小田原の別邸にいたわけですよね。それであの事件が勃発してても小田原かから出てこなかったわけですよでところがほら29日え総攻撃をするということが決まるわけですよね。でもうこれまずその甲斐宮っていうのは参謀総長ですからで参謀総長っていうのはとにかく陸軍の ね、あの傭兵、まあ、兵を動かすその,最高の指揮官のわけですでその参謀総長がその総攻撃の時にはいないのはまずいだろうっていうふうにこれ海軍のね、えー、軍令部総長の伏見宮とかがね自重武官長の本庄茂なんかにこうちょっと苦情を言ったりして。 それで本庄とかがこう説得に動いて、はい、でその結果28日の夜、えーまあ、あの帰郷するということになるわけです。ですから確かに東京に戻ってきてはいるんですけれどもとにかくあの自分の屋敷っていうのは,それは反乱軍の占拠地域ですから、はい、そこには戻ってないんですね。はい、なるほどここれはそに旧内 大臣邸があるわけなんですけれども、えー、で、そこをこう宿所にしたと。<ー>まあ、いうことが、えー、これはきちっとこう資料で、えー、あの、いくつかの資料で、あの、確認できております。ほーほーで、まあ、だから、その麻布鳥居坂にいるわけですね。で、あの、こういう、こう、非常事態の時の、あの、皇族の安全確保っていうのは。 非常にあの海原司令部にとっても大切な、うん、あの課題ですからですからこれあの甲府の歩兵49連隊、まあ、そこのこう一個中隊があのこう守ってるっていうそういう状態なんですね。ですからその後続があのそういうきな臭い危険な場所に足を踏み入れるっていうことは これはもう考えらられないしな、えー、選挙地域でですからね,ねでもとにかく総攻撃始まればそこは戦場になる場所のわけです。うんうん、<laughs> でまあこういうことはあの資料からみんな明らかなわけですよね。<laughs> でところがほら番組では、うんまあ、雨ですかみぞれですか、まあ、それが降ってる中で。 門の内側に向かってね、うん、こうたたずんでいる将兵の姿、うん、それを再現映像としてこう映し出してるわけですね。うん、だけども中にいない員の宮が出てくるはずはこれは絶対にないんです、ね、なるほど。なるほどであとはね、えー、あのこの員の宮手の今西正門前って出てきましたけども、はい、これはあの何だ だから外堀通り沿いで、うんえー、ちょうどあの安藤輝三なんかが27日に拠点にした料亭行楽、うん、それのすぐ並びなんですよ。うんうん、でちょうどねあの今の日比谷高校府立一中にああの上がっていく細い道があるんですけども、ねねはい、だからその道を挟んでね その道の北側が鑑意の宮廷で南側は幸楽ってなってだからその道の付近っていうのはもうこれは決起部隊がもうあのずっといた場所なんですよ。でうん、うん、だからそういうこう宮廷の状況その位置状況っていうのもありますし、ね、なるほどそれからあとは。 あの29日の夜明け方っていうのは鎮圧部隊があのみんな周辺を包囲してるわけですこのままだともう行軍総撃、まあ、あのね同じ行軍同士があ戦争になるんじゃないかだからまあそういう中であの青年将校っていうのは、まあ、いろんな説得あちこちから受けながら。 あの基準するかどうかっていうのを本当にこう迷ってる時期なんですね。であとはあの「ノの宮」という人物そのものがあのこれは陸軍行動派を非常にこう敵視していたと。であの青年将校がた頼りにしてたあの正木仁三郎大将っていうねでこの人はあ,のあれだ。あ 教育総監になる前、えー、参謀次長だったんですけどもで甲宮が参謀総長で正樹が次長で甲宮ってのはこの正樹、ま、を非常に嫌ってたんですねなるほどでだからそのあれですね荒木が陸将退任するときに次に「正樹」っていう線があの言われてたんですけども。 こ飼いの宮が強硬に反対してでザキは陸軍大臣にならなくて教育総監に回るっていうようなことがあったですからあのもうなんていうにいた皇族なんだよだからそういうまあいの宮に天皇への取りなしをあの頼むというようなこと自体 これ考えにくいんですね。うん、なるほど。うん、でも番組ではどうもそういうんじゃなくてね。つまり会員の宮に期待をかけて、えーえー、そこにいるだろうと思って決起舞台は行ったんだという話にどうしても印象的にはなってしまうということ、うん。ですかね、だからね、私がとにかくそのいろんな資料を見た範囲では。 そうとしか考えられないんですけども、うん、番組の方は、う,ん、うん、まあなんでこんな話になっちゃうのかな。で、あと一番決定的なのはね、うん、あの兵士の証言があるんですよ。うん、で、兵士の証言というのは今これ西西門前なんですけども、あの西西門ともう一つ西門があるんです。うん、で、これは西門の西門というのはその青山通りに面した、うん。 あまあ、敷地の北の方にあるんですけれどもでこの正門のすぐそばのところにですね、えーまあ、28日の夜翌朝、えー、の,の戦闘に備えてあの陣地を構築したっていうね、うん、そういうその兵士の証言が。 えー、これは226事件と共同兵っていうあの埼玉県で出しているあの本なんですがあのそこにあのしっかり出てるんですね、うん、何のためにそこいたかっていうとそれ戦いに備えて陣地を構築していんだということうこれはあれですよね、うん、つまり海軍の記述の通り、まあ、西側にはいたでしょうとで、うん、さらに言えば正門にもいて でそして、えー、鎮圧軍が、まあ、攻めてくるのに対して、まあ、あ対抗する予定でいたというわけでしょそういういことです、ね、だから、ね、その下院の宮、まあまあ、シンボリックな建物だけど人はいないということは当然この,はあの決起した側は分かっていただろうし。 そうすると、まあ、単にあの辺り一帯が実際のところ反乱軍があの鎮圧していたところを、まあ、あ鎮圧軍制圧軍が攻めてきたらありの一結で敗れてしまうから守、まあ、ってただけだと。 まああの佐川さんはいろいろなこの他にもです、ね、この番組に関してどうも疑問を感じるということをいくつか挙げてらっしゃるんですがその中の一つにです、ね、あのピストルでコンダクトをしたというのがあってです、ね、これは安藤が山能ホテルに、まあ、立てこもっていた時に最後、まあ、自決するといった時にこう歌を歌うわけですね中退を。その時にあの私も覚えててますがピストルを持ってこう、ね 指揮者のようにして振っていってそれでまあ後ろの方へ見えないところ行ってあの突如ピストルを撃つというですね。こういうシーンがあったんですがさもう今日の番組でルールやってきましたがいくつもの証言があってそんなことは全然ないわけじゃないですか。これこういうのってのはどういうふうに考えればいいんですか。どうなんでしょうね。それでですね。とにかくまああのなんていうんだ。 第六中隊の兵士が、はい、あ、こう書いた手記とか、ええ、それからインタビューですね。はい、そういうものを見た時に、あの、もう、いきなり拳銃を抜いて撃ったっていうものばっかりなんですよ。なる,なるほど。で、さっきも出てきましたよね。で、ね、あ、みんな、あの、そういう書き方してたと思うんです。そうですね。でから、この自らピストルでコンダクトしつつっていうね。ええ でまあ、ピストルを指棒代わりに振ってということなんでしょうけども、はい、でこれね私いろんな資料見たけどもあの初めて見たんですよねそれでねちょっとびっくりしちゃいまして、えー、これは海軍資料の中にあったんですかそう,、えー、そうなんですでただね、えーあのー、これ画面を拡大して読み取っていくと、はい、これ実はその海海軍が 何て言うんだこう監視体制取っていちいちほら目も取ってましたよね、はい、でそ,そういう種類の報告じゃないんですね。であの番組では何、うん、て言うかなほら「いつ攻撃が始まるかわからない中海軍は最前線で様子を探り続けていました」というふうにしてあのセーラー服の水兵が。 建物の屋上からこう双眼鏡で監視して目も取ってるそういう,こう再現映像を流したりそれから最後まで抵抗を続けていた決起部隊に海軍が注目していましたでそして最後に残った決起部隊の指揮官安藤その一挙手一投足が記録されていましたっていう、まあ、そういう流れの中で、はい、その安藤輝三の そののの自決の場面このピストトルでコンダクトが出てくるんですよ。で、そうするとこれはもう何ていうかそういう流れの中に置かれた視聴者はねこれ完全にあの海軍側の兵士があの実際にそれを見てメモしてそれで報告したその実際の見聞記録実,実験記録なんだっていうふうに。 まあそういうふうういふに受け取るだろうと思うんです<ー>でところがね<ー>これはそういう実験記録じゃなくてあのその資料を拡大してこうね静止画像を拡大してみたらばあのこれはあの陸軍関係の文書の中にこれ収録されてた、ねあの「台風の目」っていう名前のこれ怪文書だったんですよ。 解文書,、うん、解文書これはあの私が勝手にそういう,こう悪意を持ってつけてんじゃなくてこれあのこれあの「二、ね・二六<ー>事件研究資料」っていうねあの松本清張があの作った資料あるんですけれどもそこにあの帝都反乱事件に関する憲兵隊情報っていうのがこうあってそれの最後のところにこの「 文書台風の目っていうのが出てくるんですねでそれのね、えーまあ、あの憲兵隊の説明を読むとこういうふうに書いてあるんですよ。あの要するに、うん、なんていうんだ3月25日外務省情報部に配布せられたる主題印刷物を入手せるが3月16日付 関西方面より郵送せられたるもののごとくっていうふうに書いてあるんですね、うん、だからこれあの事件の実験記録じゃなくてもうあの3月16日付で関西方面から郵送されてきた、うん、でそういう改文書であるというふうに憲兵隊が分類している文書なんですでその中に出てくるんですけれども ちょうど、ね、あの同じくだりどういうふうに書いてあるかっていうとあ,のあれですね「最後に懐かしい我がだ六中隊の歌を合唱しようと自らピストルでコンダクトしつつ中隊歌を合唱」「雪降る中に第一節を歌い終わり第二節に移ろうとする刹那同隊は 敷棒代わりのピストルを首に当てて引き金を引き合掌隊のエンジンの中で倒れたというっていうふうに書いてあるんですよ、うん、で、だというって書いてあるんですね<う>だからあの書いた人そのものもこれ伝聞なんですよねなるほどというですからね、うんうんうん これだから陸軍のねやっぱりその実際にあの場にいた人たちが何人もさっきも紹介したようにそう,、ねえー、そういうコンダクトの話はしていないってことになるとやっぱりそれはもうその通りだったんだろうと思わざるを得ないそんな中でこのコンダクトっていうのは非常にやっぱり違和感は出てきますねねだから、ね、これ私がの一番最初に変だなって思ったのはここだったんですね。うん、あー、えー でねこれはあの安藤秀夫さんにも連絡して意見聞いたらあの安藤秀夫さんからやっぱりあのメールが返ってきてね「私も自分が考えていたのとは違っていたのでえ大変その違和感を持っていたんだ」っていうふうにおっしゃられてでそれでその画面拡大して。 見てみたら、その台風の目っていう、あの事件後に関西方面から送られてきた。怪文書の中に書かれていた。その伝聞であったということなんですね。なるほど。あの、うん、佐川さんはね、他にも、あの、いくつもの疑問点を、あの、ご指摘されてるんですが。まあ、これ、ちょっと、今日は、あの、時間もね、えー、ある程度限られてるので、これ以上、なかなか説明はできないんですが、その。 研究されてきた中で今回のこの NHK の番組の作り方の中から何かどんなことが言える、うんですからね、えー、なんていうのかなあのこう資料の評価の仕方っていうか要するにあの海軍の菩薩そのものがどういう意味を持ってるのかっていうね、うん、そこの部分がこう詰め切れていないんじゃないかつまりどういうことかというとあの まあ新発見の海軍の菩薩その新発見っていうことは間違いないんでしょうけどもまあそこに綴られてるあの個々の情報っていうのはあのすでに陸軍関係の資料として公表されてるものもあの含まれてるそれからあとはねあの陸軍関係であっても海軍関係であってもねあの初期情報の中にっていうのは結構誤りもあるんですよね。で だからその何でも新発見というわけじゃなくて、うん、でこの菩薩の意義というのはあの海軍がどういう情報を得ていて、うんえー、どう行動したかと、まあ、そのことが資料から推し量れるという、うん、そこの点にこの,あの資料の価値がある、うんで。だけどその辺りの認識がなんか十分じゃなくて、うん、こう新発見っていうことにちょっととらわれちゃって。 だから新発見なんだから何か歴史的なス,プース,スクープをこう提示しなきゃっていうようなね、うんうん、そういう,こう野心というかうん、うん、使命感みたいなものが先走りしちゃった部分があったんじゃないかなってだからそのそういうバイアスがこう無理なストーリーをさっきの「会員の宮」みたいなね 無理なストーリーにつながっていったんじゃないかと。から佐川さんは N. H. K. ともこういろいろね、連絡を取りながら。まあ、その話もしてるわけですよね。<あ>そうなんですね。だから全くこう、あの、はいはい、勝手に言ってるわけではなくて、えー、N. H. K. の人とも話はしてるわけですよね。えー、あの、実はね、えー、私、あの、その資料寄贈の段階で、まあ、N. H. K. で、今、あの。 この「226」についての番組作ってるんだけどもということで接触受けて NHK の,のディレクターの方があの都合4回あと私の自宅にいらっしゃってくださってんですね。で一番最初はねあの要するに「226」の遺族だけに焦点を当てた番組作りたいっていうふうに2月の頃おっしゃってたんですけども。 それはこの海軍の,あの資料が発見されたっていうことであの番組の方針が変わっちゃってあの海軍資料を中心にしてあ<ー>、えー、そこに何て言うか「226の遺族」の話をこう組み込んでいく形でこう一本化するっていうね、うん、そういうふうにそのへあの編集の方針がこう決まってあの決まってじゃん変わってしまったっ。 だからもともとほら別の番組として企画されるべきものがあのこう途中で一本化されたので、まあ、そのディ,ディレクターのー、まあ、A, A 氏としときますけどもその A 君からいろいろメールが来たり電話が来たりで私もあの、まあ、自分のちょうど子供と同じぐらいの年齢のお若い。 方と、ね、226について、えー、話し合うっていうのはもう非常に嬉しいことなんで本当にあの稽古なことなんで私もあの喜んで協力したんですが神田さんねこれ NHK を別に腐すとかって、はい、いうことではなくてやっぱりこういう歴史の問題をですねこう取材あるいは番組化する時にやはり新しい資料というのは、うん 探しし求めていくし、はい、でそこで見つかったものでやっぱりこうこれがニュースだってやりたいっていうのはすごくよくわかるんですよね。そ,ねその時にしかしあの今まで出ていた資料とはやっぱり照合しながらこれが本当に新資料になるのか、ね、これはやっぱりちょっと勇み足的になるのかっていうのはここを非常にやっぱり慎重にやらないといけなくなっちゃうでしょうね。うん、あの我々もお取材をしていくと同じような場面っていうのはありますよね。うんええ で今までの常識を覆すようなものが出てきたでそれをじゃあ,あその通りじゃあそのまんま報道するかっていうとそんなことはなくて、うんえー、じゃあ今までと違う点はどこにあるんだとで専門家から意見を聞いたり、えー、そして、えー、正しい報道をしていくっていうのが当たり前ですよね。うん 今回、その海軍は確かにこの資料を作ってたということは間違いないんだろうけれどこれどう考えても陸軍が起こした事件であって陸軍の憲兵隊などを間近で見ていた人やまた当事者は陸軍の兵士でしょでその人たちが長い歴史の中で証言をしたり記録として留めているものがもうあるわけですよね。 でそれと比べると海軍というのはある意味一部先ほどの台風の目のような伝聞というものも入っている可能性もあるじゃないかとでそういう読み方をしていかないと、まあ、こういった歴史あるいはこの資料に対する謙虚さを失ってしまう,っていうことい、ね、うですねちょっとやっぱりこう独自の解釈みたいになってしまって、はい、まあ誤った印象を、ね、与えかれない。 まあ今回特にそのあのいろんな証言がもう残っている話が少しでやっぱ変わっていくというところがありましたよね。そでねその辺のところを今回の番組ではねあの提示させていた,だい,たいただいたということになります。で、えー、今日はですね本当にたくさんの話をしてきました。えー、もう安藤テルゾというのを私この番組でを通して初めてあこういう人であったのかというのが分かったんですが佐川さんあの。 このやっぱり226事件って我々はもっともっと知らなければいけないしそれからにテ,ロテロとかクーデターはもちろんダメなんですけどそれを。 なぜ人は起こしてしてまうのかそ,う、ね、その時代とか背景社会とかですね、うん、ここをやっぱり想像していかないといかんですよね、まあ、想像するというか知っていかないといけないなって、うん、いうことを感じましたけどね。クーデターっていうのがいいんだか悪いんだかちょっと私は判断つきませんけども、ね、あのテロは間違いなくやっぱり忌まわしいことだと思います。だけどそれってのはあののは人間の歴史の中では ここれ起きうることですしだから現実に起きてもきたわけですよね。というかあの歴史の転換点というのはもうテロとクーデターと戦いによって生み出されてきたとまあそう言ってもいいだろうと思います。ですから何て言うのかな起きてほしくないとかねそういう願望とか忌まわしいからっていうようなそういう視線で事件を 批判しても仕方がないという、うん、そういうところはあると思います。で,すね、で、あのニニ力事件というのは本当にこう世の中がきしみ出す中で、うん、こういろんな歯車がこういろんなことかがこう歯車のように噛み合ってね、それである意味で起こるべくして起こった事件であるとまあ言えるわけですよね。うん、で、そこからね。 私たちがあのどういう歴史的な教訓を得ていくかとまあいうことでなんだろうと思うんですけれどもあのまあテロっていうものはうんまああの政治への不満やっぱりこれが一番大きな理由だと思うんですけれどもだけどあの本当にね救済を必要としている人っていうのは。 あのもうあれですよねそれに反対の声を上げる、うん、余裕も力もないで本当にその無力な人間として状況の中に埋没していくしかないっていうそういうことはあると思うんですよ。でそうやってこうどん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 潜在的な不満が社会の中にこう蓄積されていって、まあ、それがあの爆発するわけですけども。 あのそういう時の条件として一つ考えられるのはねやっぱりあの変革の努力をしている人が誰もいないっていうねあ<ー>、うん、でもう方法がないっていうだそういう,こう絶望的な状況の中でテロっていうのは起きていくんじゃないだろうかとだからそのや今その山上容疑者ですね、はい、安倍元総理を暗殺しましたね。はい、はい あれなんかもやっぱり旧統一教会問題旧統一,統一教会の問題ですねだからあれがもう放置された状況で、えー、もうあの誰もその変革の努力をしている人間がないっていうね、まあ、そ,そんな状況の中で起きた事件じゃないかと思うんですよね。で、まあ、よく1930年代と今の日本に似てるんじゃないかっていう人も あの結構いますけれどもまあ私はあの似てる部分もあるけども違う部分もあるだろうってで違う部分っていうのはまずあのクーデターはちょっと起こらないでしょうん、うん、ってね。で,であとはねあの裏金問題、うん、であれをきっかけにやっぱりあの30年来の日本の政治のありよっていうのをう変えなきゃダメだっていう。 そういうい声が非常に強くなってあのここ国民的な高まりがこう見えてきたんじゃないかなとでもうこれはあの私の個人的な意見で言えばねあのもう新自由主義的な政策でもって非正規雇用がこう増えちゃったで経済格差がもうすごく大きくなっちゃってる状況っていうのはこれはやっぱり社会のありようとしては私はもう不健全だと。 で、二二六の頃っていうのは、あの、それが何だったかというと、あの。地主戸作制度だった。わけですだから、あの、非正規雇用っていうのはね、まさに。あの、令和の。地主戸作制度じゃないかな、なんていうふうに。感じたりもするんですよね,すね、うん。半田さんね、まあ、今日は、はい、あの、はい、学校の先輩でもあります <laughs> それから、安藤てるぞ、お、たそのものがですね、はいえー。宇都宮高校の同窓でもあるということで、うん、今日、お話を。 えー、佐川さんから伺ってきましたが本当によく研究していらっしゃるなということで、まあ、改めてししましたそれとあの、まあ、最後ちょっと私も感想を述べたいと思うんですが、はい、あの太平洋戦争っていうのは、まあ、真珠湾攻撃から始まったっていうのは、まあ、学校で習うことですけれど、まあ、実際には15年戦争という言い方もあって。うん 1931年の中国における「流浄孤」事件から始まったというそういう見方もできるわけですよね。であのこの事件の翌年に日本が国際連盟の立屯調査団の調査の目をごまかそうとして満州国をでっち上げるわけですよね。でそこで、えー、またこの年にこの年の5月に「五・一五」事件が起きると。 で犬飼首相、まあ海軍の将校が暗殺をするわけですけどあの時の言葉が象徴的で犬飼首相が話せばわかると言ったのに対して問答無用と言ってて殺しいるわけですよね要するに言論を封殺しているわけですよねそういう時代だったってことが非常に重要だと。でその後日本は坂道を転がるようにして、えー、国際連盟から脱退をしたり。うん またワシントン軍縮条約を一方的に破棄をしていくとでそういう中で、えー、この226事件の1936年を迎えるわけですね。でこの36年はあその実はこの2月に総選挙があったんですね。はい、で総選挙があって、はい、軍に理解を示している声優会が、まあ、負けるわけですよ。で軍と距離を置いていてた民政党や あるいは社会大衆党といったところが票を伸ばしていくと、まあ、つまり、えー、時代は戦争へと向かっていく一方で国民はこういった国民の声があったにもかかわらずこの総選挙の6日後に226事件を起こしてしまうと。うん これは確かに行動派の将校たちには言い分はあったでしょうとだけれどもしかし民主主義の国の中で選挙の声っていうつまり国民の声をなぜ聞かなかったのかなっていうことですよね。いうことですよね。やはりあのバランスを国民は取ってたわけですよ。どんどんこの日本という国が戦争に流れていくというのに対してブレーキをかけようとしていた。 でこういうものに対してまたあ政治あるいは軍部があ誠実ではなかったんだなということが、まあ、今回改めて分かったなとでこれはあの佐川さんもおっしゃってたように今あ政治の折30年間の折が出てるわけでしょでおそらく近いうちには、まあ、総選挙もあるでしょうと。 でその時に我々がどういう意思を示すかということやあるいは今の政党が、ね、どういう国民の声を反映してどんな政策を出していくかこうますます重要になってきたなとそんなふうに思いますね、はい、もう今日は本当にたっぷりそのお二人にお話を伺って <laughs> もうこれ以上私が言うことはないんですけれども今日うは2月、えー、ということで88年前のです、ねえー、昭和史に残る大事件226事件を取り上げました。 えー、安藤輝三という一人の隊を通して事件がどういうふうに見えてきたのか、えー、視聴者の方にはです、ね、また新たな視点が少しでもご提供できればというふうに思いました、えー、今日は、えー、安藤輝三の研究家佐川仁一さんそれから防衛ジャーナリストの半田茂さんにお話を伺いましたどうもお二方ありがとうございましたありがとうございました。